はい、こんにちは。えー、令和5年司法試験、えー、本試験徹底分析会、刑事系の講義を始めていきます。えー、担当講師の反町です。よろしくお願いします。はい、えー、皆さん、えー、本年度お、小試験受験お疲れ様でした。で、えー、まあ、例年通り、えー、分析会ということで、まず配布資料。 確認していきます令和5年司法試験分析会刑事系という冊子ですね問題とレックの方で作成した答案例があ掲載されていますでこの講義で使用主に使用する教材として講師オリジナルレジュメというものと講義ノート えー、これを2分冊で、えー、配布していますので合計3冊ですね、えー、これをお手元に置いて受講していただければと思います、えー、インターネット等で受講されている方については、えー、と後日アップされると思いますはい、えー、それではあ第1問刑法からいきましょう、えー、とまず問題文の確認からです、えー、と問題文は、えー、と刑事系というレジュメの方で確認してください はい。まず、説問1からですね。え、事例1における A に対する項の在籍に関し、以下の括弧一1及び括弧二2について答えなさいと。えなお、括弧一1及び括弧二2のいずれについても自らの見解を問うものではないと。で、この出題、えっと、このね、えー、問い方自体はあ、過去の出題にもあったんですけど、本問はこの括弧一1と括弧二2のこの証文の聞き方が少しね、えー、今までと違っている。まず、括弧一1で、 に詐欺未遂罪の成立を認める立場からその結論を導くためにどのような説明が考えられるか。 え、詐欺罪が人を欺いて財物を交付させるという手段対応を限定した犯罪であるのに、その実行の着手に現金の交付を求める文言を述べることを容しないと考える理由に触れつつ論じなさい。えっ、ー、と、今この赤でマーカーした部分のリクエストがついているというのがちょっと特徴的です。で、さらに、証文2ですけど、えー、この証文1を受けて、例年であれば証文には、 あの詐欺未遂罪の成立を認めない立場からの立論ということで反対の立場からの立論の問題が例年の出題の仕方だったと思うんですけどえそうじゃないんですね。えー、1の説明に基づくと上記一丸六のうちどの時点で実行の着手を認めることになるのかと、えー、具体的事実に即してそれより前の時点との実質的相違を明らかにしつつ論じなさいと、まあ、こういうリクエストになっています。 次、説問2を見ていきますが、説問2は、事例2における、公、乙よび兵の在籍について論じなさい、論じなさいと。はい、これは、あの、例年通りの在籍検討型ですね。で、さらに、説問3が次のページ。えー、事例3における、前期六の事実につき、定に、えー、業務妨害罪の成立を否定しつつ、 ちょっと飛ばしますけど、前期7の事実につき、定に上記警察官5名に対する業務妨害罪の成立を肯定する立場からは、その結論を導くためにどのような説明が考えられるかと。はい。ということで、ちょっと出代の仕方が凝っているという印象ですね。でまず全体の感想からですけれども、 設、えー、問形式になっているということ自体は、ね、ここ数年の出題形式と同じですけれども、えー、ただ今見たように、設問1に関してはこ前、これまでの、ね、出題では見られなかった、まあ、リクエストというか、ああ出題の傾向になっている。えーまあ、この出題がこれで妥当だったかというところは、また別途検討されるべきなんですけれどもね。 ょうどちょっとそこの点についても言及しますけれども。で、問2については、まあ、従来型の在籍検討の問題。で、問3は一定の結論を導く理論構成を問う問題。まあ、これも、あのー、これまでに出題自体は、されたことがある形式でした。まあ、全体として難易度自体は高くなったという印象はないんですけど、ただ分量はですね、昨年と比べて、増加していると。 やはりちょっと事務処理能力を問うとそこを重視するという傾向が昨年に比べると、まあ、逆戻りしたというかねそれ以前の傾向に逆戻りしているような印象を受けます、はい、じゃあまずレジュメの1ページ目、えっと、オリジナルレジュメですね1ページ目から質問1見ていきましょう分析例というところです で、説問1がだからちょっと特徴的なというか特殊な問われ方をしてるので、これどこまでね、えー、この分析講義というところで、えー、と今回のこの講義でどこまで言及するか解説するかというのはちょっと悩ましいんですけれども、 まあ出題者がどこまでの議論を想定して出題しているのかというのも若干反戦としないところもあり。一応ですね、3通りの回答例、回答例1、回答例2、3ということで3通りの回答例を用意しています。 まあ、出題趣旨が発表される前の分析会で、えーまあ、ここまで踏み込む必要があるのかというところは若干疑問なのかもしれないですけど、一応念のため3つ用意したと。で、まあ、それを前提に、ちょっとまず、中を見てください、えーと。4ページの下のところの中からいきましょう。えー、詐欺罪の実行の着手時期について、 の議論です実行の着手とは実行行為の開始であるという伝統的な理解に従えば当然詐欺罪の実行行為、えー、すなわち人を欺く行為疑問行為の開始時これが実行着手ということになります他方、えー、じゃあ疑問行為とは何なのか財産的処分行為に向けられた行為のことであり具体的には一向詐欺であれば財物の交付要求を伴う行為を意味します はい。で、この理解に従って、例えば参考判例にもつけましたが、えっと、そこにあるように、保険金差取を計画した上で、えー、家屋に放火した、まあ、放火するのを第一行為。で、その後、失火を装って保険会社に保険金を請求すると。え、これ第二行為と。えー、詐欺の本体はこの第二行為ですよね。はい。こういう事案で、かつて判例はどう言っていたかというと、次のページ、5ページですけれども、えー、放火行為は、あ詐欺罪の 詐欺罪に対しては、単に準備行為たる関係にあるにとどまり、未だ詐欺の実行の着手ありというべからずと判示している。すなわち、第一行為の時点では詐欺罪の実行の着手は認められない。第二行為の段階で初めて詐欺未遂罪が成立すると。まあ、こういう判断をしている。これ参考判例3につけておきましたけれど。 はい。このように従来の判例というのは、財物の交付要求を伴う行為の開始時に詐欺罪の事の着手を肯定すると。まあ、この処理手順を確立していたんですね。でところが、近似多発する特殊詐欺の事案。 まあこれ本問の題材になっているような事案ですけれども、その犯行計画においていくつもの嘘を重ねながら最終的に財物詐取に至るということが予定されている一方で、それら一連の嘘の初期段階では、その行為自体は財物の交付要求を伴っていないという場合があり、その場合にこの一連の嘘のどの段階に詐欺の実行着手を肯定すべきかが問題となった。 はい。まあ、問題となったと言っても、この、最もこの問題意識というのは、もっぱら実務側から出された問題意識、実務側からの要請という側面が強くてですね、えー、これ従来の判例の解釈に従えば、交付要求を伴っていない、交付要求に着手していない限り、詐欺未遂は成立しないとなるだけなんですよね。で、ところがそれだと不都合だと。 えすなわち、そういう処理をしちゃうとですね、まあ、まさに本問みたいに、交付要求前の段階で、この特殊詐欺の受け子を詐欺未遂で立件できなくなってしまうと。ここに実務上の要請があるわけです。で、そこに答える形で、近似ね、最高裁判例が出てきていると。はい。この問題について、参考判例1。 で、この参考案例1の、まあ、これ、近所の最高裁判例ですけれども、原審から、ああ、まあ、押えておく必要がありますね。原審はこう言ってます。これ、従来の処理に従って、このように認定してます、えー。被害者に対し警察官を装って、預金を現金化するよう説得する行為。えー、まあ、これを第一行為としますが、この第一行為は、財物の交付に向けた準備行為を促す行為ではあるが、 被害者に対し、下ろした現金の交付までを求めるものではなく、詐欺罪に言う人を欺く行為とは言えず、詐欺被害の現実的、具体的な危険性を発生させる行為とは認められない。はい。こういう趣旨を述べて、実行の着手を否定してます。で、これに対して最高裁が何と言ったか。えー、本件嘘を一連のものとして被害者に述べた段階において、 え、被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても詐欺罪の実行の着手があったと認められる。ま、はい、こういう判断を示しました。さて、これ近所の最高裁判例で、ここまでは受験生の皆さんも、えー、結論自体はね、押さえていたと思います。で、これを前提知識として、本文はこの最高裁の結論を導く理論構成の部分を問うていると。そういう問題ですね。 で、そこで、ということで、もう一個下のと、次のアスタリスク見ますけど、5ページ、その続きです。えー、未遂犯の処罰根拠を、えー、法益侵害の客観的危険性の弱気に求めると。えー、まあ一応これを危険性基準というふうに言っておきます。そして、客観的危険の発生を実質的に判断する見解。まあこれ伝統的な通説である実質的客観説と言います。 えー、まあ、危険の発生を基準にね、着床を判断するというのが通説的な理解であり、えー、まあ、それを実質的に判断するのが実質的客観説ですが、ただま、その中でもですね、この危険の発生をどのような観点から判断するか、えー、行為について、えー、危険な行為かどうかで判断するという視点になるのか、それとも結果について判断するのか。はい、ここで、え、見解がさらに分かれていきます。 これ回答例1と回答例2に対応させていますけれどもまず参考判例1の理解については2つの理論構成が主張されていてこの回答例1の方は危険の判断対象は行為の属性としての危険危険な行為が行われたかどうかで判断するんだとはいこれは伝統的な理解である実行の着手とは実行行為の開始であるという図式を維持する立場 まあ、いわゆる行為説というものですね。で、この立場によると、実行の着手を肯定するには、必ずその行為が実行行為、すなわち、法益侵害の具体的危険性を発生させる行為であるというふうに認められる必要がありますね。えー、実行概念の絶対性というふうに書いておきましたけど、まあ、これは主に公有無価値論から主張される見解です。はい。だから、この立場だと、 実行行為の開始と別の時点に実行の着手が肯定されるということはあり得ない。第一行為の時点に実行の着手を肯定するのであれば、第一行為と第二行為が一連の実行行為であると認定される必要がある。まあこれキーワードです。一連の実行行為。いわゆるクロロホルム事件、参考判例2として付けておきました。はい。えー、従ってこの考え方によればですね、参考判例1が、えー え、ま、参考ま例一の法定意見ですけどね。法定意見が、これ後に述べる補足意見もあるので、ちょっと分けておきます。え、法定意見の方が、え、本件の犯行計画を考慮した上で、本件嘘。まあ、これ第一行為には、交付要求。交付要求が第二行為ですけど、 本件嘘には、交付要求に直接つながる嘘が含まれているという認定をした。これはまさに第一行為と第二行為との密接関連性を踏まえて、両行為が一連の実行行為であるということを認定した趣旨であり、まさしく第一行為それ自体が実行行為の一部であると評価されたがゆえに、第一行為の時点で実行の着手が肯定されたと、こういうふうに理解することになります。 はいえー、とちょっとこれは講義ノートでここまで見ていきますがまず今回答例1のところまで説明しました、えー、丸,2に直接丸2に直接つながる嘘はいこれが丸2交付要求につながっていく、まあ、行為丸1丸2と切り取りましたけれども 回答例1は危険性基準1の、まあ、実行を一連の実行行為論とこれがキーワードですなわち実行,の実行行為の開始が実行の着手だから実行行為かどうかが問題なんだとでそこで一と二が一連の実行行為かどうかを判断するとでここでの判断基準はクロロホルム事件を参考にして まあ必要不可欠性とか、ね、特段の障害の有無とか時間的場所的近接性とか、まあ、こういったメルクマールですけれども一連の実行行為に着手した時点で実行の着手が肯定できるんだとこういう考え方ですねただこの法定意見はですねそのアスタリスクにも書きましたけど、えー、本,本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階 使で着手が認められるというふうに述べるにとどめており厳密にどの時点かということは特定していませんえすなわち一連の嘘のうちどの時点なんだと最初の嘘を述べたはえ要するに嘘を述べ始めた時点なのか一連の嘘を全部言い終わった嘘を述べ終わった段階なのか、えー、その時点は特定されてないんだよね まあ実際の裁判では嘘を述べ終えてる事案ではまあそこを特定する必要がないからなんですけどえもう述べてるんだから少なくとも実行の着手は認められますという認定をするだけで終わるんでねただ本問ではそこを認定する必要があるんですよねえ証文2との関係でえ厳密にどの時点なんだと一連の嘘を述べた段階で着手を認められればいいんだけどじゃあそれ厳密にはどこの時点なんですかとはいまあだからさらなる検討が必要になります 証文2においてはね、まあ。とりあえず理論構成のところだけ押さえておきましょう。えー、なおっていうところですけど、えー、法定意見は、本件嘘の内容は犯行計画上、被害者が現金を交付するか否かを判断する前提となるよう予定された事項にかかる重要なものであった、はい。この判事ですけど、これ、えー、疑問内容が、ね、えーまあ、いわゆる重要事項性ですね、疑問対象の重要事項性を認定した趣旨であるようにも読めます。 えー、そしてこの重要事項性っていうのはまさしく、そのね、えー、疑問行為性を導くキーワードですよね。えー、だとすると、本件嘘を疑問行為、まあ、すなわち交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為の一部であるというふうに捉える、この回答例1、考え方1の理解に、まあ、神話的だというね、えー、そういう判断を示したんだというふうな解釈があり得ます。まあ、こういう指摘もあります。 だから一応法定意見の理解はこういう理解なんだというね、えことで回答例1を作っておきました。いいですね。えー、すなわち、その前提行為も含めて詐欺の実行行為を認定したんだよと。そしてその開始をしてるんだから実行の着手が認められるんだよという認定をしたんだと。一応こういう理解で構成、えー、回答例1は構成してあります。で、他方でっていうところが2つ目です。回答例2。 え、これ危険性の判断対象は行為じゃなくて結果の切迫性なんだと。結核の結果の切迫性という意味における危険なんだと。はい。これはそもそも実行の着手とは実行行為の開始であるという従来の図式を採用しない立場。まあ、結果説。はい。この見解です。この立場によると、実行の着手というのは、すなわち未遂処罰を基礎づける法益侵害の危険の発生というのは、 その行為がですね、実行行為であると認められる必要はないということですね。実行行為と実行の着手は別の概念だと実行概、ね。実行概念の相対化というふうに書きましたけど、これは主に結果無価値論から主張される見解ということになりますね。すなわち実行行為を開始しなくても、それ以前の段階で実行の着手が肯定されると。それ以前の危険が発生した時点で実行の着手が肯定される。 はい。で、この考え方を明確に示したのが、実は同じ参考判例1の補足意見ですね。山口裁判官の補足意見。ということになります。はい。で、この補足意見は何と言ってるか。犯罪の実行行為自体でなくとも、実行行為に密接であって、被害を生じさせる客観的危険性が認められる行為に着手することによっても、未遂罪は成立し得ると。はい。これが補足意見の示した基準です。 え、詐欺罪について言うと、実行行為である疑問行為ですね、すなわち交付要求。それ自体に着手していなくても、えー、疑問行為、交付要求に密接で客観的危険性が認められる行為への着手があれば、あ実行の着手を肯定して未遂犯の成立を認め得るということなんですね。 そうすると、この考え方に従うと、まさに法定意見が先ほど見たように、犯行計画を考慮した上で、本件嘘には、交付要求に直接つながる嘘が含まれているという認定をしたのは、こういう趣旨になるんだと。まさしく、第一行為が第二行為に密接な行為で、客観的危険性が肯定できるがゆえに、実行の着手を認めたと。まあ、こういう理解になるんですね。密接で客観的危険性が認められる行為であるということを認定した趣旨。 が、この直接つながる嘘という認定なんだと。ゆえに第一行為がそれ自体は実行行為とは言えない。すなわち交付要求は伴っていないとしても、第一行為の時点で実行の着手が肯定されると。まあ、こういうふうに理解することになります。まあ、山口補足意見はこういう理解で、法定意見の結論を説明していると。 まあ、ちなみに、山口補足意見は、えー、遅くともかけ子がね、えー、被害者に対して、まもなく警察官が被害者宅を訪問することを予告した時点で、実行行為に密接な行為がなされたという認定になってますね。これちょっと後ほど述べるけど、密接性を強調すると、より実行行為と距離が近いところで着手を肯定することになります。密接じゃなきゃいけないっていうところをね、強調すると。したがって、山口補足意見も、その訪問予告以前の時点、 で、実行の着手が肯定できるか否かについては、結論を留保した上で、少なくとも訪問予告をした時点で密接な行為が行われているから、そこで着手が肯定できる。まあ、こういう言い方、説明の仕方になってますね。はい。えー、なので、回答例2で見ていくと、これも危険性基準なんだけれども、一連の実行行為を認定する考え方ではないです。危険性プラス密接性と。 この理解は実行行為の開始と実行の着手はイコールではないという前提です。だから実行行為はあくまでも交付要求ですで。それに対して実行の着手はそれ以前の段階で密接かつ危険、客観的な危険性が認められる行為に着手する。この時点で実行の着手が肯定できると。はい。これが山口補足意見で、まあ、えー、本部もだからこのクロロホルム事件で、えっ、ー、と、このね、一連の実行行為を認定していくのか、あるいは山口補足意見で、 実行行為とは別の時点で実行の着手を肯定するという理屈で説明していくのかと、はいまあ、この2つの、ね、答案構成がまずは考えられますね、はい、それを前提にちょっとまず答案,答案例見て回答例見ていきましょう1ページ目。 まず、回答例1が、危険性基準1の一連の実行行為論です。でまず、証文1ですね。公に詐欺未遂の成立を認める結論を導く説明ですけれども、えー、未遂罪の処罰根拠は、法益侵害の客観的危険性を借気した点に求められることからすれば、犯罪の実行に着手とは、法益侵害の実現に至る客観的危険性を含む行為が開始されること。行為ですね。 え、行為で着手を認定するという考え方。そして詐欺罪について言うと、詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させるという手段、対応を限定した犯罪であることから、財物の交付を求める文言を述べること、すなわち交付要求が本来的な構成要件該当行為、すなわち実行行為です。もっとも、交付要求の前段階の行為、まあこれを前提行為と言いますが、 それがその後の交付要求と密接な関連を有する一連の実行行為であると、一連の行為であると認められる場合には、前提行為を行った時点で既に結果発生に至る客観的な危険性が認められるから、その時点において実行の着手があったものと解すると。 そして具体的にはということで、クロロホルム事件の示した、まあ一連の実行行為性を判断する3要素を挙げておきます。え丸1、前提行為が交付要求による被害者の財物交付を確実かつ容易に行わせるために必要不可欠なものか否か。丸る前提行為に成功した場合、それ以降の犯行計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が損するか否か。まる3、 前提行為と交付要求との間の時間的、場所的接着性、近接性ですね。はい、これらの事情に照らして、両行為の密接関連性を判断する。そして説問、正門2ですけれども、じゃあ実行の着手時期を具体的に判断しましょうということになりますが、えーまあ、本問についてはちょっとね、判例の事案と少し変えてるんですね、議論を少し、えー、厳密にするために。 えと本問のこの河野犯行計画と遂行状況ということでえとちょっと図にしてみましたけどこれで全部ずっていっかなはいまず、1で被害者の選定ですよね、2、警察官を装う嘘これが1回目の電話なんですね。現金化させる えー、預金を下ろしてきて家に移動させてくださいという嘘。えー、そして、被害者が現金化するのが丸四で、丸五が訪問予告ですね。で、丸六で、えー、家に向かったと。落つ兵が向かったというね、これは物理的な接近を意味してます。はい。で、現金の交付要求が予定されていたんだけど、実際にはここまで至らなかったと。この以前の段階で実行の着手が肯定できないと未遂にならないんですけれども、じゃあ、どの時点かという議論ですね。 はい。で、まあ、丸一は被害者の選定、これは単なる準備行為です。で、問題は丸二丸三この辺をどう考えるか。で、判例の事案は、丸二と丸三は、これは一体的に行われてるんですよね。 でところが本文は ②、丸二の警察官を装う嘘と現金化させる嘘を分けてると。でそうすると、えー、ここは何か違いがあるかということを分析するのが出題の趣旨だったというふうに思われます。で、警察官を装ってるだけだから、この丸二のね、1回目の電話、これは現金交付につながる嘘ではないよね。少なくとも。で、丸三の現金化させると。預金を引き下ろして家に持ってこさせると。ここから、 現金交付につながる嘘が始まっているというふうに分析できるんでしょう。丸二と丸三の違いを説明すると多分そういうことになるんだと思います。で、そこから先は一連の嘘ということなんですよね。えー、判例の考え方からすると。えー、現金化させた上で警察官が訪問するっていうことを訪問予告して、えー、現金交付に向かっていくと。はい。で、まあ丸六は全ての嘘を言い終わった後の行為ですね。 だから、丸三から丸五この辺が一連の仮定という形になって、まあ、判例が一連の嘘という言い方をしていた部分ということになるんでしょう。現金交付に直接つながる嘘ですね。そして、丸六はその嘘を述べ終わった後の行為です。実際に物理的に接近する行為です。はい。だから、今言ったように、本問は、だからこの参考判例の事案と異なり、丸二が独立のね、経過となっていると。 えー、参考判例は丸2と丸3は1回の電話で行われてるんだけれども。だからこ、この丸2と丸3が1回目の電話。で、この訪問予告が2回目の電話って、こういう言い方になってるんだけど、えー、本件はそこがね、違ってますので、ちょっとここが注意が必要ですけれども。えー、なので、まあ丸2の、本問ではね、丸2の時点では未だ現金交付の危険が高まったという評価は困難だと思われます。 え、他方で、丸3以降の段階であれば、これはどの時点であっても着手を肯定する説明は可能だと思います。はい。まあちょっとそんなことを前提に見ていくと、1ページ。えコーラの犯行計画は、コが警察官を装って A に対して現金を下ろして、現金化する必要があるとの嘘。まあこれ丸3ですよね。これから間もなく警察官が被害者を訪問するとの嘘。え、これが丸5ですけれども、 はい。これを述べることにより、A をしてこれらの嘘。まあ、これを本件嘘と言っておきます。まあ、丸五とま、えー、丸三と丸五がま、一連の嘘になるわけですね。はい。これらが真実であると誤信させ、あらかじめ現金を A 宅に移動させた上で、えー、後に A 宅を訪問して警察官を装って、えー、現金の交付を求めると。えー、こういう予定だった。えー、おつ兵に対して現金を交付させると。えー、A をして現金を交付させるというものであり、 このように段階を踏んで嘘を重ねながら現金を交付させるための犯行計画のもとにおいて述べられた本件嘘にはえ次のページ行きますが A に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれているはい、ここの認定ですねえそうすると本件嘘を一連のものとして A に述べる行為 A に対して述べる行為まあこれを本件前提行為と言っておきますが はい。これは A をして、間もなく A 宅を訪問しようとしていた、オツ及び兵の求めに応じて、即座に現金を交付させる上で、必要不可欠であったと認められる。まあ、この本件前提行為というのは、ここでは丸三プラス丸五のことを言ってますけどね。また、本件嘘を一連のものとして A に述べた段階で、それ以降の犯行計画を遂行する上で、障害となるような特段の事情を損しなかった。 さらに、本件前提行為から約1時間後に、おつ及び兵が警察官を装って英宅を訪ねることが予定されていた。そうすると、交付要求との時間的場所的な近接性も認められる。はい。以上の前提、以上の事情に照らすと、本件前提行為は、交付要求に密接な行為である一連の、本件嘘を一連のものとして A に対して述べた段階。 えー、ここでまあ、時点を特定する必要があるから、こういうふうに特定しておきました。具体的には、上記計画の一環として、A に対し警察官を装って、現金を、えー、ごめんなさい、預金を現金化するよう説得することにより、財物交付に向けた準備行為を促す行為に着手した時点。すなわち、丸三の時点。 はい、ここね、法廷意見は厳密に特定していませんでしたけれども、この答案例では、だから今見たように、○三と ○5 を一連の嘘というふうに認定した上で、この一連の嘘に着手した○三の時点というふうに特定しておきました、はい、この時点において、えー、あらかじめ現金を A 宅に移動させた上でえで、ー、その後、さらに警察官が A 宅を訪問することを予告する文言を申し向けられた A において。 まもなく英宅を訪問しようとしていた、おつ及び兵の求めに応じて、即座に現金を交付してしまう客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において、被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても、詐欺罪の実行の着手があったものと解すると。はい。まあ、これクロロホルム判例の認定に乗っけて、こういうような論述にしておきました。で次、危険性基準2ですね。回答例2。 え、危険性プラス密接性で見ていくと。で、まず、証文1位ですけれども、えー、未遂罪の処罰根拠は、法益侵害の客観的危険性を弱気した点。まあ、ここは同じですね。えー、このことからすると、犯罪の実行の着手とは、法益侵害の実現に至る客観的危険性が発生した時点を言う、はい、行為ではなくて、時点で見ていきます。で、詐欺罪について言うと、人を欺いて財物を交付させるという手段、対応を限定した犯罪であることから、 え、詐欺の実行行為である人を欺く行為が認められるためには、財物等を交付させる目的で、交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くことが必要である。すなわち実行行為が交付要求であるで。もっとも未遂罪は犯罪の実行行為自体でなくとも実行,行為に密接であって、被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為に着手することによっても成立し得ると返すべきであり。 え、財物の交付を求める行為が行われていないということは、詐欺の実行行為である人を欺く行為自体への着手が未だ認められないとは言えても、詐欺未遂罪が成立しないということを必ずしも意味するものではない。はい。これ山口昇測意見ですね。で、これで見ていくとどうかですが、えー、 まあ山口調査意見は判断を留保した上で遅くともここの時点で認められるよっていう言い方訪問予告をの時点でね、事の着手を取ってますのでえまあそこに合わせて説明していくと本文では、公から A に対し預金口座から現金を下ろすように求める電話まあこれ、本文でいう2回目の電話、○3 ですけどね。○3。 があり、現金が A 宅に移動した後に、間もなく警察官が A 宅を訪問することを予告する電話、訪問予告。まあ一応これを最終電話としておきますが、最終電話が丸五が行われている。このように、本門では警察官になりすました、オツ及び兵が A 宅において現金の交付を求めることが計画され、その段階で詐欺の実行行為としての人を欺く行為がなされることが予定されているが、 警察官の訪問を予告する、この最終電話によって、その行為に密接な行為が行われたと解することができる。また、A が、行による一連の嘘により欺かれて現金を交付する危険性は、この最終電話により著しく高まったものと認められる。こうして、えー、預金口座から下ろした現金の A 宅への移動というね、この過程を挟んで、最終電話が一連のものとして行われた本問においては、 丸五の最終電話によって、詐欺の実行行為に密接な行為がなされたと明らかに認められる。といえ、かかる時点で詐欺未遂罪の成立を肯定することができると。はい。先ほども言ったように山口調則意見は、これ丸三の時点で着手を肯定できるかについては結論留保してます。が、まあ、密接性を強調するとね、より実行行為に近い丸五の時点と。 で、着手を肯定する。まあ、この答案例ではそういうふうに認定しました。ただね、これ密接性を強調すると、じゃあなんで丸六じゃないのかっていう説明がさらに必要になるんだよね。えー、さらに近い行為まで行ってるから、実行行為に。物理的接近というね。えー、じゃあ、丸六じゃなくて丸五な理由は何なのかと。はい。 こう考えていくと、この密接性の判断基準っていうのも、実はなおまだ不明確なんですよ。え、だからまあもちろん密接性を強調して丸6なんだと、物理的接近があって初めて、え、着手が認められるんだっていうね、そういう議論をしてももちろん誤りではないと思いますよ。本問でも。え、ただまあ山口補足意見は丸5のところで着手を認めているので、そこに合わせておきましたけれども、 えー、え、丸六だとしても、もう、誤りとは言えないと思います。え、むしろですね、これ、えっ、ー、と、すり替え型窃盗と、えー、まあ今回、今回は詐欺。現金の交付を求めるから詐欺ですけれども、えー、いわゆるすり替え型窃盗で同じようにやる、事案ってあるんですよ。えー、少子券の過去問でも出ましたけどね。で、え、窃盗の場合は、むしろこちらを見ていくと。えー、やっぱりこのね、えー、窃盗の場合は、相手の意思に反して専用移転する行為である。 ので、えー、窃盗への実行の着手というのはその嘘をつくという行為はやっぱり実行行為とは想定できないわけじゃないですか詐欺罪はあくまでも嘘をつく行為が実行行為ですけれども窃盗の場合はあ専用を移転する行為が実行行為だからやっぱり窃盗の実行の着手の判断というのは対象物に対する接近と。 これをもって、えぇ、事故の着手を認定するというのが判例の基本的な立場なので、これが詐欺じゃなくて窃盗だったらむしろここまでないといけないんだという議論があり得ると。えまあ、近似窃盗でもね、え同じような判例出てますけれども。はい。まあちょっと話取れましたけれども、山口遅職意見で行く場合は、じゃあ密接性ってどういう判断基準なのっていうところがね、さらなる問題となり得るよ、ということを言っておきます。まあ、一応、丸5の時点にしておきました。 さあでここまででいいと思うんですけど、議論としては、えーまあ、一応ということで回答例3をつけておきました、えー、この進捗度基準とこれは近似の学説の議論ですでこの見解で答案を作成した受験生が果たしてどれぐらいいるのか分かんないんですけど、えーまあ、分析講義としてここまで言及する必要があるのかというのは微妙なところかもしれないですが一応解説しておきます。一えー、とおそらくです、ね、出題趣旨も この見解は言及されると思います。ので、えー、ちょっとアスタリスク見ておきますが、えっ、ー、と、6ページのアスタリスク見てくださいあ。今、今見てきた2つの理論構成というのは、いずれも実行の着手を、えー、ミス違反の処罰根拠から導かれる危険性の観点から判断するという危険性基準なんですね。で危険性を行為で見るのか、時点で見るのかと。 そういう対立だったのに対し、回答例3は、危険性という観点から離れて、行為者の犯行計画を前提とした犯行の進捗度、それ自体を実行の着手の判断基準とする。いわゆる進捗度基準というもの。で、この見解は、実行の着手論と不能反論を、個別の、独立した問題として二元的に把握した上で、 え、危険性、すなわち結果発生の可能性の有無というのはもっぱら不能反論。えー、すなわち実行行為性の判断なんだと。で、これに対して実行の着手というのは、犯行計画に照らしてどこまで事態が進捗すれば未遂処罰にふさわしい段階に至ったかという判断。えー、犯行計画の進捗度それ自体が基準となると。 えー、犯行計画上、既遂実現に至ることが確実な段階まで犯行が進捗した場合に実行の着手を肯定すると、はい、だから、この見解がちょっと違う見解として位置づけられちょっともう一度さっきの番書に戻りますがえすなわち危険性という視点はもっぱら不能反論。 客観的危険性というのは実行行為性の問題でこれは不能反論の問題で実行の着手というのは危険性関係ないと、えー、実行の着手は進捗度の判断なんだ犯行計画上規水実現に確実に至る段階まで犯行が進捗したそこまで進んだと言えるのかという問題なんだと、えー、すなわち本件でいうとこう嘘が重ねられていてある,ある時点以降からもう最後まで自動的に進んじゃうよと。 自動的に進んじゃう段階まで至ったかどうかの問題なんだと。これは行為経過の自動性と表現したりしますけどね。はい。ちょっとアスタリスク戻りますが、この考え方によると、参考判例1の法定意見が、本件嘘を真実であると誤信させることは被害者において現金を交付してしまう危険性を著しく高めると判事し、 え、これね、補足意見とか、あるいはクロロホルム判例と異なってですね、客観的な危険性という言葉は使ってないんですよね、この判例。確かに。危険性と言ってますけど、客観的な危険性という言葉ではないんですよ。で、この客観的という言葉をね、抜いたのは、まさしくこれ、客観的な危険性を問題としてないんだと。犯行計画に照らして、行為者の犯行計画に照らして、あくまで主観面の世界ね。 え、公者の犯行計画を基礎に、え、実行の着手の判断を行ったからであり、そう、現実にそういう危険があったかは関係ないんだよと。現実に被害者が錯誤に基づく財物交付を行う危険性が発生したかどうかは関係ないと。これ実際には被害者が嘘を見破ってるんだよね。見破ってるから捕まったんですよ。検挙されたんですよ。 えー、騙された不利作戦の事案とかいろいろ判例出てます、最近。被害者が嘘を見破ったら、それは確かに見破った時点以降はもう、錯誤に基づいて財物を交付する危険はゼロですよね。見破ってるから、嘘だって。はい。で、しかし、それは関係ないんだと。実行の着手判断においては。 それはもっぱら不能反論の問題であって、実行の着手判断とは、ね、このね、危険、危険の発生は無関係なんだという趣旨を示した。その意味で、この法定権が用いた危険性という言葉は、これあくまで犯行計画上、ここに書いたように、起水実現に確実に至る段階になったかどうか、起水実現に至る確実性があったかという意味であり、行為経過の自動性を意味してるんだよと。ここに読みか、この行為経過の自動性という概念に読み替えるべきだと。 まあこういうことになるんですね、この見解によると。はい、という、まあ、近似の先端的なというかね、最新の学説がこれですけど、まあ、これで書いた人どれくらいいただろうなっていうね、えー、本当にあのなんか、専門的な法律雑誌とか読まないと、詳しく出てこない学説だと、まだ教科書とかに一般的に出てくる見解ではないと思いますので。うん ちょっとどうかなと。ただまあ出題趣旨では多分言及されると思いますな、この限界も。なので一応見ておきます。回答例3。えー、ちょっと今日ここまでやっちゃうから時間的に結構厳しくなるんですけど、<laughs> 頑張りましょう。えー、3ページ。まず、証問1位ですね。えー、犯罪の実行に着手したか否かは、行為者の犯行計画に照らして特定の構成要件実現にどの程度接近した場合に、 未遂犯としての処罰が基礎付けられるかという観点から判断されるべきで、法益侵害の客観的危険性が発生したか否かの判断、不能反論とは区別すべきだと。危険が発生したかどうかの問題じゃなくて、近づいたかどうかの問題だと。犯行計画が終わりに近、どこまで近づいたかの問題だと。はい。従って、実行の着手を認めるために、起水結果発生の客観的危険の発生は不要であり、これすごい見解ですよね。 従来の実行の着手論からしたら、こんなことを言うのは、ちょっと従来が、従来の見解からはちょっと考えられない。危険はいらないと。えー、実行の着手時期は、えー、犯行が未遂処罰に値する程度まで進捗したか否かにより判断する。具体的には、行為者の犯行計画を基礎として、えー、起遂実現に自動的に至る段階まで達していた場合には着手が肯定されると解避すると。 詐欺罪について見ると、詐欺罪は人を欺いて交付さ財物を交付させるという手段対応を限定した犯罪ということだから、えー、犯行が財物の交付を求める文言を述べる交付要求にまで至れば、それは当然、規制実現にまで自動的に推移するので、ここで当然に実行の着手は認められると。もっとも、交付要求に至る前の時点であっても、犯行計画上、その後の交付要求を介して、 被害者に財物を交付させるに至るまでに、行為経過の自動性が肯定され、起水実現に至る確実性が認められる段階に至っているのであれば、詐欺罪の実行の着手が認められると。こういうことになります、えー。犯行計画に照らした、あくまで主観的なね、犯行計画に照らした行為の進捗状況、えー、行為経過の自動性、すなわち起水実現に至る確実性が肯定できる段階に、 なったかどうか。これが判断基準だと。これで見ていきましょう。証文2ですけれども、事故の着手時期。そうすると、コーラの犯行計画は、コーが警察官を装って A に対して現金を下ろして現金化する必要があるとの嘘を述べることにより、 A をして、この嘘が真実であると誤信させ、えー、あらかじめ現金を A 宅に移動させた上で、後に A 宅を訪問して、警察官を装って現金の交付を求めると。こういう予定であった、おつ兵に対して現金を交付させると。これが犯行計画ですね。はい、このような犯行計画に照らして判断すれば、公が A に対して警察官を装った上で、A の預金口座が不正に利用されている疑いがあり、 捜査のために預金を下ろして現金化して持ち帰る必要がある、胸誤信させる嘘を言えば、A が警察官になりすました、おつによる現金の交付要求に素直に従い、手元にある現金を交付することが予想される。えー、公は上記嘘を申し向けた2回目の電話の時点において、すでに現金の受け取り役である、 乙つ兵を手配済みであったということからすると、はい。だから本問で言うと、この丸3をした時点でもうすでにね、えー、おつ兵を準備してますよね。で、あとは乙つ兵が行くだけっていう状況になるわけですよね。えー、すでに乙つ兵を手配済みであったということからすると、この時点で A による現金交付までに自動的に至る段階に至っていたと認められる。だからここが最大の山場だよね。ここの嘘を信じ込ませれば、あとは最後まで自動的に行くよと。 えー、犯行計画に照らすとね、この丸三の段階。はい。この嘘が A に信じてもらえれば、山場は越えたと。えー、逆に言うと、この丸三の嘘を A に信じ込ませることができるかどうかが決定的だよね。本件犯行は。でそこに成功すれば、もうあとは自動的に最後まで進むような感じになってるでしょうと。えー、他方、この丸五の訪問予告は、これ大して重要じゃないぞと。 他方、コ、えーラの犯行計画によれば、えー、さらに現金が A 宅に移動した後に、もう一回嘘をつくんでね、間もなく警察官が A 宅を訪問することを予告する電話が予定されていたが、このね、二回目の電話によって、すでに警察官になりすましている以上、ね、この最終電話、最後の訪問予告の電話、これは単なる訪問予告、文字通り。ね、今から行きますって言ってるだけ。えー、この詐欺を既遂に至らしめるための、 え、重要な過程であるとは言えないよと。単なる訪問予告であって、これは簡単にできると。ここは全然ハードルが高くないんだよね。この訪問予告は。電話して今から行きますって言うだけだから。一番ハードル高いのは丸3で、ね、ここ超えたらもうあとは自動的に進むじゃん。ということなんだな。したがって、本問においては、 公が2回目の電話で A に現金、預金の現金化が必要だというね、この嘘、えー、その旨を誤信させようとした、この丸三の時点で、えー、詐欺罪の事故の着手は認められると。進捗度説でいくと早まります、これ。だから。ねえー、犯行計画上山場超えちゃえばそこからもうあの着手を肯定できるって話になっちゃうんで、危険性関係ないんで。ということです。 はい。ということで、3つの回答例で今説明しました。かなり時間がかかりましたね。やはり説問1がね、えー、厄介だなというふうに思っていたんですが。えっ、ー、と、6ページ、最後のアスタリスク、一応言及しておきますが、ところでっていうことね、えー、本問の証文2では、丸1ないし丸6の事実が認められることを前提に、丸1から丸6のうちどの時点で実行の着手を認めることになるのかということを今真剣に検討しましたよね。これで。 どの段階で実行の着手が認められるのか、ってここを真剣に検討しました。まあこれが質問のリクエストだったから。しかしながらですね、えー、実際の刑事裁判ではこういう問いが生じる契機は存在しません。すなわち、被告人が詐欺未遂罪の控訴事実で起訴されているのであれば、当該公判において、ね、丸1から丸6までの事実が証拠により認定されたとするのであれば、 あその後半における争点は、遅くとも丸6の時点。まあ今回丸6までやってるから丸6までにしますけど、遅くとも丸6の時点までに実行の着手が認められるか否か。これが争点です。実行の着手が認められるのは丸1から丸6のどの時点か。ではないんですね。これを判断する必要はないんですよ、えー。どの時点で実行の着手ですかってことを裁判所が判断する必要はありません。 えー、したがって先ほど言ったように参考判例1も、ね、えー、これから間もなく警察官が被害者宅を訪問するという訪問予告ですね。まあ、本問における丸五はい、ここまでの事実が認められる事案であったことからあ、それ以前の段階のどこで実行の着手が肯定できるかっていうことは判断していませんよね。えー、さっき見た山口補足意見もそうです。えー、2回の電話が一連のものとして行われた本件事案においては、 一回目の電話の時点で、えー、未遂罪が成立し得るかどうかはともかく二回目の電話によって、えー、未遂罪の成立を肯定できると。こういうの、こういうふうに述べてますからね。えー、判断を利用欲していると、えー。その意味で本文は近似の、まあ、重要判例を素材としながらも、えー、実務における思考方法からは離れて、純粋に先端学説におけるモデル理論の理解、及、えー、びその規決を問う問題になってしまっていて、 ま、こういう出題が司法試験の問題のあり方として適切だったか否かは、あ慎重に検証されるべきだと思います。えー、むしろ、この証文にはですね、従来のように、え、公に詐欺未遂の成立を認めない立場からの説明を問う問題の方が適切であっただろうと思いますね。え、まさしくこの裁判で、あの、原審と最高裁で割れた点がここだからね。えー、詐欺罪の実行の着手に交付要求を要すると返すべきか否かって、ここで割れたわけです。 見解がね、検察側と弁護側で、えー、主張の対立が生じたのはこの点であって、まさしく原審と最高裁で判断が分かれたところでした。えー、まあなおですね、弁護人の立場からすると、この近所の最高裁の傾向に対しては強い危惧感を覚えています。えー、こういう最高裁みたいなね、この処罰範囲をどんどん訴求的に拡張すると、前倒しするという理論を無意味やたらに用いるとですね、 え、これ本来であれば予備罪しか成立し得ないはずの、ね、単なる準備行為を未遂罪として処罰するための理屈にすり替わってしまいますね。え、従来の判例法で言ったら、これ単なる予備行為、準備行為ですよ。え、だからこの参考判例1みたいな認定は、ま、あたかもね、こう予備処罰規定がない、予備処罰規定の献血を解釈論と認定論で無理やり埋めると、立法の不備を無理やり埋め合わせると。 そういういことにななりかねねいですよ、ね、この理屈を推し進めると、さっきの保険金を請求するために家に火をつけたと、この事案でも家に火をつけた時点で詐欺罪の着手だとかってなりかねないんですよね。はいまあ、だからまあ受け子を処罰する実務上の必要があるんだってのはその通りです。 で、その、実務上の要請に応えるのであれば、やはりそれは立法論で対処、対処すると。ね、えー、立法論できちんと対処するというのが適切な問題解決のあり方であるというふうに実務家としては持ってますけどね。はい、ということで、えー、質問1はこれぐらいにしましょう。かなり詳しくやりました。次、質問に行きます。で、まず、オツの在籍からですね。 え、B に対する強盗致傷罪の兵との共同戦犯。詐欺罪の限度でコートの共同戦犯の成否ということで検討していきます。まず凶暴、共謀。え、オツは公述する第一共謀。第一共謀は後ほどね、認定しますけれども、これはコートの共謀ですね。で、その後、兵。 まあ、兵との共謀を遂げているので、それを認定しておきます。兵に対し、縛った方が確実に金を奪える。え縛って金を奪ってしまおうぜ。などと言、e、い、兵はこれを了承したということで、お、え、つ、ー、兵は B に対して暴行を用いて現金を奪取することについて共謀を遂げた。まあ、これを第二共謀というふうにしておきます。えー、その上で、えー、7ページ。えー、強盗の認定ですね。えー、この強盗の該当性については、本文ではバランス的にはもう端的に認定していく感じになると思います。 えまず、括弧1。本罪における暴行は、財物奪取に向けられた相手方の犯行を抑圧に足りる程度の暴行を言うと。えー、口述する第一凶暴及び第二凶暴に基づいて、乙平兵は B, B 宅内に押し入り、B の手足をそれぞれロープで縛り、口を粘着テープで塞ぎ、B, の B を床の上に倒した。えー、ところ、これらの行為は B から現金を奪取する目的で行った。 B による抵抗、通報等を阻止、制圧するに足りる有形力の行使であり、B が高齢者であること、犯行場所が B の一人暮らしの自宅であり、B が容易に周囲に助けを求めることができる状況にはなかったこと等の事情に照らせば、社会通念上一般に相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行であったと認められる。はい。まあ、本件暴行としておきます。まあ、この辺はね、もう少しパパッと認定していいと思います。実際にはね。 で括弧に、え、お及びへは、本件暴行により B の動きを制圧した上で、B が預金口座から引き出してテーブルの上に置いていた300万円を持って B 宅を出たことから、他人の財物である現金を B の意思に反して、事故の占有へ移転したものであり、強盗にあたる、強主にあたる、ですね。以上よりオツは強盗にあたると。まあ、こういうふうに認定しておきます。 で、えー、障害結果ですね。負傷させた、障害結果の認定です。えー、本件暴行の後、B は全治2週間を要する、頭部打撲の障害を負っていると。えー、かかる障害結果は B が転倒して、床に頭を打ち付けたという事情が介在して発生していることから、あ本件暴行と B の障害結果との間の因果関係について検討すると。えー、まぁ、あ、おの在籍はこの因果関係の検討、ここが重要な論点になってくるかなと。 で、あ、ですけど、刑法上の因果関係は実行行為の危険性が結果へと現実化したものと評価できる場合に認められるという形で、危険の現実化を規範として述べた上で、で、当てはめですね。い C が B 宅を訪れ、B を発見した際、B は立ち上がろうとしたものの、長時間の緊迫による足のしびれでふらついて倒れそうになったことから、C は B を座らせ、そのままでいるように言ったにもかかわらず、B は C がその場を離れた際に、奪われたものの有無を確認するために立ち上がろうとした。ところ、まだ足のしびれが残っていたために、転倒したことにより、障害を負っていると。 転倒したことで怪我を負ってるから、負傷の直接の原因が B の転倒である。これは明らかですね。介在事情が原因であると。しかしながら、B は本件暴行により手足を緊迫され、その後 C から発見されるまでの約2時間もの長時間にわたり緊迫状態が継続していたということからすると、緊迫状態を解消した後もしばらくの時間は緊迫された影響で痺れが残ることは異常な事態とは言えず、 え、蒸気 B の点灯は、本件暴行に誘発されたものと認められる。え、今言ったように、怪我の原因は、介在事情だと。その意味で、介在事情の、機与度は大きい。結果発生への機与度は大きい。え、他方で、その介在事情は、実行行為によって生じていると。実行行為に誘発されて、実行行為に起因して、介在事情が生じていると。異常な介在事情とは言えない。はい。これ、いわゆる、間接現実化というやつですね。 実行行為の危険が介在事情を経由して結果へ現実化したと。はい。以上から、本件暴行は、それ自体 B の転倒による、う頭部暴行、あ、ごめんなさい、頭部打撲という障害結果を発生させる危険があったものといえ、B が C の指示に従わず立ち上がろうとして転倒したという事情が介在していたとしても、B の障害結果は本件暴行の危険性が現実化したものと認められる。 以上より本件暴行と B の障害結果との間には因果関係が認められると。はい。えっ、ー、と、判例で医者の指示に従わなくて、えー、障害が悪化して、えー、死亡したという事案がありましたけど、えー、あれとは違いますよ。えっ、ー、と、似てるけど。あれは元々の実行行為が、えー、死因となった障害を形成していると。そういう事案ですからね。えー、実行,行為が原因で結果が発生していると。 医者の指示に従わなかったけど、治療の効果が上がらなかったけど、それ対大して影響してないっていう認定をした判例ですからね。本件は逆です。開催事情、すなわち、転倒したっていう事情が怪我を発生させたことは明らかです。しかし、その開催事情は実行行為が起因して、実行行為に起因して生じていると。間接現実化型ですからね。えー、あの、医者の指示に従わなかったっていう判例は、あるいは直接現実化の類型になりますからね。 はい。まあ似たような事案だけど、説明の仕方は違いますからね。まあ、あ因果関係論については、まあ今のね、二つの類型をきちんと押さえて判例を整理しておくというね、そういう学習が求められるんだと思います。えさて、えっ、ー、と、アスタリスクで一応一言言及しておきましょう。強盗の機械性を論じた答案。 これね、今日お配りしたレックの答案も機械性論じてるんですけれども、えー、機械性を論じた答案結構多かったんじゃないかなと思われるんですけど、これね、毎回採点実感で指摘されるんですよね。えー、平成28年の採点実感で、本件における V の死亡結果については、 え、前期の通り、オつの強盗罪の実行行為たる暴行から生じたものである。それにもかかわらず、強盗の機械性を論じる答案が少なからずあったが、このような答案は強盗罪についての基本的な理解が不十分である。こういう指摘です。同じ指摘は令和2年の採点実感にもありました。強盗罪の実行行為性を認める立場からは、同罪の手段と評価し得る行為により、A が死亡した本事例では、強盗の機械性の有無について論じる必要はないはず、 であるのに、これを長々と論じる答案が参見されたとえ。すなわち、死傷結果を発生させた原因行為の範囲という問題、機械性の問題と、原因行為と結果との因果関係、危険の現実化という問題は、明確に区別しなきゃいけないんです。でいわゆる機械説の理解については、えー、これ参考判例4とかね、5とか6をつけておきましたけれども、 えー、障害結果が強盗の手段たる暴行から生じた場合はもちろんだが、これに限らず、強盗の機会においてなされた行為によって、死傷結果を生じたときも、同罪の成立を認める。とかね。えー、判例4の言い回しですけどね。判例5の言い回しも、えー、被害者の死亡の原因となった行為は、強盗の機会に行われた。とか、えー、判例6も同じですね。原因行為が、 強盗の手段たる行為に限らず強盗の機会に行われた行為を含むとその原因行為の範囲の問題なんですよ機械性はでこれと因果関係は別問題だよとで本問では大津、えー、兵が強盗の実行行為に付随して何らかの原因行為を行ったという事案じゃないよね え、おつを、え、B を負傷させる原因となるような何かの行為をして、ね、強盗の機会における行為をして、その行為によって怪我が発生したと、そういう事案じゃないですよね。え、がって強盗の機会性の有無は問題とならない。え、この場合は端的に、え、お及び兵の強盗の実行行為、すなわち強盗の手段たる行為、強盗の手段としての暴行と、B の障害結果との間の因果関係の有無が検討されると。 で、今見たように、これは被害者の過失行為が介在しているということで、まあ危険の現実化を検討すると。で、誘発されていますと。介在事情が誘発されていますということで危険の現実化を肯定すると。まあ、こういうことになるんですね。えー、まあ、何度も出題趣旨で指摘されてきて、採点実感で指摘されてきたことなので、そこをしっかりと学習していた人は対応できたと思いますけれども、えー、こういうことですね。 すなわち、強盗致死傷というのは、強盗致死傷罪というのは、えー、財物奪取の手段としての暴行。えー、まあこれ、手段性と言いますけれども。はい。この暴行を脅迫から生じた。まあ、よってってのは因果関係を表す言葉ね。 はい。その場合に成立するよと。まあ、これ、これに限るというのが手段説ですけどね。で、これに対して機械説は、この強盗の実行行為の機械に行われた何らかの付随行為。あるいは密接関連行為。その行為によって死傷結果が発生した場合にも成立するよというのが機械説です。従って、この原因となった行為が強盗の機械に発生したのか生じたのか、 強盗の機会に行われたのかという原因行為の範囲の問題と当該原因行為によって死傷結果が生じたのかっていう因果関係の問題は全く別問題ですよね。因果関係はいずれについても必要になると。いいですか。で、見てみると本問は強盗の実行行為に付随して何か別の行為をやったっていう事情は特にないんだから機械性が問題となる事案じゃないんですよ。端的に強盗の実行行為と 結果との因果関係が問題となっているだけなんです。いいですか、えー、例えば、財物を取った後、逃げようとしてぶん殴ったとかね、えー、その機械に何か別の行為をやって、それで結果が発生したっていう時に、この機械性の問題になるわけです。はい。まあ、一応、採点実感で繰り返し指摘されていることなので、ここもね、えー、押さえておくと。 で、次、8ページ。兵の在籍ですけど、まあ、兵は、おつ兵は在籍ずれないので、ここは一体的に論じてもいいと思います。えー、がって、まあ、兵の在籍については、まあ、1行2行で、ね、えー、乗述の通り、第一共謀及び第二共謀に基づいて、えー、おつ兵が共同して、え、B から現金300万円を合収した。したがって、B に対する強盗致傷罪の、兵との共同戦犯。あ、ごめんなさい。これ、兵との共同戦犯、じゃおつとの共同戦犯ですね。 ちょっと訂正しておきます。え、ツとの共同戦犯が成立し、え、口述の通り、欺罪の限度でこうと共同戦犯となると。まあ、一行。で、えっ、ー、と、なお、えー、ツつ兵は、障害結果は認識していないですね。えー、いわゆる結果的過重犯です。えー、従って結果的過重犯の共同戦犯を肯定する理由についても一応言及しておきました。えー、そもそも結果的過重犯は、 基本判の中に過重結果を弱気する高度の危険性が内包されているから、基本判と因果関係のある過重結果が発生した場合に特に重く処罰して、法益保護を徹底する趣旨の規定であると。したがって基本判が共謀に基づいて実行された場合である限り、その基本判の実行と因果関係のある過重結果が生じた場合に、共同戦犯として帰責させても責任主義には反しないと。はい。まあ、ここも一言触れるだけでいいと思います。 で次、公の在籍。はい。説問2のメインは公の在籍でしょうね。で、見ていきましょう。B に対する強盗致,、えー、強盗致傷罪の、おつ及び兵との共同戦犯の成否ですけれども、この乙兵の実行した強盗致傷が公に帰籍されるのか、と。ここが、えー、メインの検討です。えー、共謀共同戦犯の成否ということで、まず、括弧一1で成立要件を出しておきました、えー。参考判例9で、いわゆる練馬事件が、 示した要件を定立しています、えー。共同して犯罪を実行したとは、二人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思のもとに一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思、事故の犯罪を実現する意思を実行に移すことを内容とする防御をなし。これが共謀ですね。よって犯罪を実行した。よっては因果関係、因果性を表します。 よって犯罪を実行した事実、すなわち、共謀に基づく実行が認められることを言います。そして、共謀を遂げたか否かについては、はい、ここで共謀について、さらにね、会期班、二次規範として、考、え、慮、ー、要素を示しておきます。犯罪遂行に関する意思連絡の存在に加え、関与者が犯罪遂行過程において果たした役割、関与の対応、えー、犯罪遂行の動機、 ま、客観面と主観面の事情ですね。そして犯罪遂行による利益の帰属等の事情から、そのものが正犯として事故の犯罪を実現したと認められるか否かを実質的に判断すべきだ。はい。一応こういう基準を示した上で、まず共謀の認定、正反性の認定ということで、まあ、この共謀と正反性の関係については、ここもいいかな。あ前提の議論ですけど、これマスタリスク先に見ちゃうか、10ページ。 えー、共謀と正反性の関係についてまとめておきますが、えー、共謀はもっぱら共犯性を基礎づける事情でありこれとは別途、正反性を基礎づける共同正反の正反性を基礎づける事情が必要であるという理解、えー、とちょっと番書を先に出しちゃおうかな、えー、とこれは大麻密輸事件ですね判例10参考判例10ですけど これの弾道補足意見。弾道裁判官の、あ、ごめんなさい。えー、意見だな。弾道意見。弾道裁判官の意見です、ね。こちらです。で従って、共謀は意思連絡。純然たる意思連絡で認定し、それとは別途正反性を認定すると。従って、これ3要件になるとね。意思連絡で共謀を基礎づけて、共謀に基づく実行。それとは別途正反性を認定。3要件。 で把握すると。はい。これに対して法定意見の方は、共謀の内容を正犯としての実質を基礎づける、ねえー。正犯としての実質を有する意思連絡という形で正犯性をね、取り込む。ですね、えー。共謀を絞り込む。そういう考え方ですね。正犯性を基礎づける事情は、共謀を認定するための間接事実として把握する。はい。これが、 法定意見の枠組みで,、はい、でこ,こ,はこの枠組みを取ると正反性はだから共謀を基礎づける事情関節事ら意思連絡プラス正反性という形で認定されるから要要件件としては二になりますね正反性を前提とする共謀それに基づく実行と。 前者の見解によると、弾道意見の見解によると、共謀の内容としては、純然たる意思連絡のみを認定し、それとは別,別個独立の要件として正反性を基礎づける事情。まあ、協議の共犯との区別基準、ここで、えー、認定する。という判断枠組みになるのに対し、後者の見解。 え、ま、法定意見の方ですね。え、こちらで行くと、正反性を基づける事情を共謀と不可分一体の要件として把握して、え、共謀の認定にあたって、意思連絡があるとしても、協議の共犯ではなく、共同正犯と評価できるのかという観点から検討すると。共謀を認定すると。こういう判断枠組みになります。はい。で、まあ、これ別に枠組みはどっちでもいいです。認定する事情がちゃんと認定できてるかが重要です。このね、正反性を基づける事情ですね。協議の共犯との区別基準。 で今見たように、えー、先ほどね、えー、二次規範としてね、考慮要素を定立しましたけれども、まあ、客観面、主観面の事情両方見ていくよと、客観面の役割の重要性とか、関与のお主導性、積極性。あるいは主観面、動機。えー、そして、まあ、利益の帰属というのは自分のためにね、自分の利益のために犯罪に参加してると。はい、これが正反、意思、主観面を基礎づけるわけですね。えー、この経済的利益の帰属というのは重要です。 えっと、11ページのアスタリスクですけれども、まあ、これ、えっ、ー、と、出題趣旨とか採点実感で毎回指摘されるけどね、えー、正反性について、例えば令和3年の採点実感、えー、オツが窃盗の実行行為を分担していないということを前提として、オツに正反性を認めることができるかについて、えー、オツがコーラの実行行為の間、見張り行為を行っていたということや、相当多額の利益分配を受ける,受ける予定であったことなどの具体的事実を適視して当てはめを行うと。 はい。利益分配っていう、ここ絶対指摘されるからね。えー、まあ、本問では、こうは、まあ、これ犯行にとって不可欠の前提行為、まあ、すなわち、警察官を装って、被害者を騙す行為を、これ自ら担当しているわけですから、えー、ここで正反性を否定するのは困難だと思われます。ただですね、えー、こうの行った行為を詐欺の実行行為の一部と捉える、まあ、これ先ほどの説問1の、 ねえー、証文1で、回答例1ですけれども、公が行った行為は、えー、実行の着手を肯定する際に、実行行為の一部だというふうに評価した、あそういうふうに、えー、考える見解に立つとです、ねえー、公自身が実行行為の一部を行っているから、えー、公はこれ、共謀共同正犯じゃなくて実行共同正犯だと、詐欺との関係ではね。 えー、ということになりますけどね。ただ、いずれにしろ、おこれ今回の本文では実際に、えー、オツ及び丙が実行したのは詐欺じゃなくて強盗でしたから、えー、強盗との関係ではあ、公は実行行為を分担していないので、えー、まあ、ここではいずれにしろ、共謀共同正犯としてね、えー、すなわち実行行為を公は分担していないということを前提とした正犯性の検討が、まあ、必要になるというふうに考えるべきでしょう。 まあ、とはいえね、え、共謀共同制犯なのか実行共同制犯なのかの区別は便宜上のものでね、え、成立要件がそれで異なるわけでは、両者で異なってくるわけではないので、えー、すなわち実行共同制というのは実行行為を分担しているから、実行行為を分担、分担しているということ自体から制犯性が基礎づけられているだけであって、えー、がって制犯性を意識的に検討する必要がなくなるだけであって、まあ、要件自体が変わるわけではないからね。はい。で、一応だから制犯性見ておきましょう。答案に戻って えと分析例に戻って、えー、9ページ、えー、公は、乙つおよび丙とともに、えー、本件と同様の手口による犯行計画、えー、以下、本件犯行計画といいますけれどもに基づいて常習的に高齢者から現金を騙し取っていたところ、えー、かかる犯行の一環として、えー、現金を騙し取る対象者として B を選んだ上で えー、B に1回目の電話および2回目の電話をかけた。えー、の嘘を信用した B が預金口座から300万円を引き出して自宅に持ち帰ったことから、孔はあー B からかかってきた電話で、これから警察官がそちらに向かいますというふうに嘘を言った。えー、他方、孔は、乙および丙に対し B が嘘を信用し300万円を自宅に用意している旨を告げ。 計画通り、捜査のために必要なので現金を預けてほしい、胸の嘘を言って、300万円を騙し取ってくるよう指示したところ、おつ及び兵はこれを了承した。ということで、医師連絡がここでね、成立しましたね。甲こう、お兵は、本件犯行計画に基づいて B から現金300万円を騙し取ること、これを本件犯行としますけれども、これについて医師連絡を遂げたと認められると。 はい。ここではポイントは、医師連絡を遂げた具体的な内容を特定しておくことです。えー、これ、正反性を検討した後で、今度実際に落つ兵が行った実行行為の内容とのズレですね。えー、この不一致を問題にしますので、ここでちゃんとね、医師連絡はこういう内容で遂げたよっていうことを認定しておくことが重要になってきます。はい。で、医師連絡を前提として正反性を見ていきますが、 いのところですね。え、上述したお平は B から現金300万円を奪った行為について、え、うは実行行為を分担していないと。しかしながら、うは本件犯行計画を実行するにあたり、具体的な対象者の選定役、さらには対象者に電話をかけて騙す役割、いわゆるかけ子役ですね。これを担っており、本件犯行計画の首謀者的地位にあったと認められる。え、本件犯行においてもうは、 上述の通り、対象者として B を選定した上で、B を騙して、あらかじめ現金300万円を B 宅に移動させており、本件犯行の実現に必要不可欠な役割を果たした。これ客観面の関与、あるいは役割の評価ですね。次、主観面。加えて B から奪った300万円については、甲乙丙それぞれ100万円ずつ山分けしていると。はい、これ利益分配ですよね。必ず指摘するんだと。 利益分配の事情。えー、そうすると、孔は本件犯行によって十分な経済的利益を受ける地位にあったと認められ、そのような利益を得ることが、孔が本件犯行を計画し、これに関与した動機であったと。はい、この利益分配は動機を推認しますね。で動機があったということから正反意思、主観面を推認すると。孔、えー、には事故の犯罪を実現する意思があったと認められると。 えー、分け前を十分にもらっている共犯者について、法助犯にとどまると評価することは、実務上はまずないです。えー、分け前をもらってるんだったら、それは自分のためにやってんだから、それは法助犯ではなくて、正犯、共同正犯だというのが、実務上の感覚になります。はい。ということで、以上から、孔、乙つ、兵は、本件犯行について、共謀、まあこれを第一共謀としておきます。ね、元々の共謀ですね。元々の共謀を遂げたものと認められると。 さあ、そして本件はその後ずれるんですよね、実行行為の内容が。そこの処理が問題になるよと。えカッコ3、11ページ。えー、凶暴共謀に基づく実行、因果性の要件ですね。えー、このよって練、練馬事件がよってというふうに、このよっての3文字で表現した、ここの要件ですね。これが因果性です。えー、凶暴共謀に基づく実行と。 え、上述の通り、オツ及び丙は第二共謀に基づいて B に対する強盗を実行し、その結果 B に障害を負わせているこの実行行為、まあ、本件実行と言いますが、はい、これが上記第一共謀に基づくものと言えるか否かについて検討すると。はい。で、この点についてアスタリスク先に見ちゃいます。12ページ。 えっと、まずね、このね、共犯の過剰事例、やりすぎですね。やりすぎの事例については、共謀内容をはみ出しちゃうと。えー、本件のようにね、本問のように、実行行為者が意識的に共謀内容を逸脱すると。はい、この場合、恋という、削、恋の損否というね、削語論、主観的奇跡の検討に先立って、まずはね、えー、共犯者の関与が実行行為に及ぼした因果性の有無と、客観的奇跡が検討されなければいけない。えー、削後の前に因がありと。 はい。これがね、この作語事例を処理する前のスロー,、えー、処理する際のスローガンになるわけですけれども、これ平成27年の採点実感で指摘されてましたね。えー、因果性に触れる必要があると。因果性が認められることを前提として、恋の問題、抽象的事実の作語の問題を処理するんだと、えー。こういうふうに説明されてます。さて、この因果性ですけど、二つ目のアスタリスク。 えー、共謀の因果性が実行行為に及んでいたか否か。まあ、これを最近は、共謀の射程という言葉をよく使いますけれども、えー、令和3年の採点実感でこう書かれている。共謀の射程の問題として捉え、第二暴行は当初の暴行による犯行計画が大幅に変更され、別個の犯罪、えー、別個の犯罪が実現したものと評価して、刑事責任を否定する。はい。というふうに説明されています。 この共謀の射程が問題になった参考判例11ですね。で、このは参考判例11もですね、えっ、ー、と、共謀に基づく、暴議に基づく犯罪が実行されていれば、刑事責任は公認されるべきと述べた上で、問題は実行行為が暴議に基づくものと言えるかどうかという点にある。こういう問題提起をしています。 この事案では当初の共謀に基づいて被害者の拉致を試みたが一度失敗した後さらに共犯者の1名が被害者を殺害したと、殺害に及んだと、こういう事実関係ですね。で、えー、この参考判例11は何をどう言ったかというと、実行した行為対応はもはや拉致の共謀に基づく実行行為中における殺害という類型に当てはまらない。 はい。まず客観的な行為対応の食い違いを指摘しています。え、のみならず、実行担当者の主観的な意識の面をも合わせみれば、えー、実行者たちは、もはや、防御に基づく拉致の実行という意識はなかったあ。主観面ですね。はい。こういう認定がなされ、当初の共謀と殺人の実行行為との因果性が否定されていると。と この判例では、共謀に基づく実行であるか否かの判断において、今見たようにね、共謀内容と実行内容の客観的な行為対応の違い、主観的な動機の断絶、この二つの事情が重視されているという点が参考になります。と、まあ、りわけね、この因果性判断で、この心理的因果性を重視する立場からは、まさにこの令和3年のね、採点実感のように、 えー、別個の犯罪、独自の意思決定に基づく別個の犯罪を実現したのか、ね、そう評価すべきかというね、えー、ここがこの共謀の射程論の問題の所在になるんだと、えー。独自の意思決定に基づく別個の犯罪が、ね、実現されたと評価すべき事案、事情がある場合には共謀の射程が否定されうると。はい。まあ、ただね、この共謀の射程という言葉はなかなか癖者で、 えー、共謀の射程というね、この言葉自体に定まった定義があるわけではないんですね。これ論者によっても、えー、微妙に異なる意味内容で使われていることがあって。でしたがってこれ明確な定義を述べ,述べないままですね、えー、と、答案上でこの共謀の射程という言葉を使うのはリスクがあります。やはり共謀に基づく実行とか、えー、あるいは共謀があ、実行行為者にもたらした因果性とか、そういう言葉に置き換えて説明する方が、 無難でしょうねまだ最高裁判例でも、共謀の射程という言葉を使った判例は出てきてないので、はい。ということで、今見た事案でいくと、この共謀が実行行為に及ぼした因果性を検討しています。そこで重視していたのは、客観面の行為対応と主観面の動機の食い違いと。でとりわけ主観面を重視する見解と。 いうのが主張されているよと。別個の意思決定。実行行為者が当初の共謀とは別の意思決定で、別個の意思決定に基づいた独自の犯罪、独自、別個独立の犯罪をね、実現した。まあ、当初の共謀とは全く無関係の犯罪を実現しているとこういうふうに評価できる。そういう事情がある場合には因果性が切れて、 そうすると、これ、障害致死の限度でも奇跡できない。この殺人についてね。すなわち、錯誤論までいかない。錯誤論の前の段階で奇跡が否定される。客観的に奇跡が否定される。はい。そういう問題ですね。ちなみに、このアスタリスクのところで最後言及しといたけど、本問で、共謀の射程を否定して、お津兵の行為が共謀に基づく実行ではないと評価すると、さらにこれ、詐欺の実行の着手時期の判断。 ま、先ほどの説問1ですけど、この詐欺の実行の着手時期の判断によって、詐欺未遂の共同戦犯が成立するか否かの結論が分かれてくるということにはなるでしょうね。えー、この、オツとヘイの第二共謀によって、第一共謀の因果性が切れたというのであれば、まあ、その時点で公が離脱したってのと同じ扱いだよね。えー、離脱した時点で実行の着手をしちゃってれば、詐欺未遂の共同戦犯までは成立するということにはなるでしょう。 はい。まあ、それはだから、この射程を否定した場合の処理ですけれども、じゃあどうなのかっていう話ですね。で、とりわけこの主観面を重視する立場からいくと、本問はどうでしょうか ?11 ページ。えー、戻りますが、先ほども言ったように、第一共謀に基づくものと言えるか否かって、こういう問題提起にしてます。 えー、共謀に基づく実行というね、そういう要件を立てたので、その成立要件の検討に位置づける形で問題提起をしています。あくまで。えー、共謀の射程というマジックワードは、答案上では用いない。方が無難だと思います。はい。で、えー、まず、あ、ですけれども、ここでは一応基準を述べます。特定の犯罪の共謀がなされた場合において、共謀の因果性が実行行為に及んでいるか否か。 については、共謀内容と実行内容との不一致の有無程度、えー、共謀内容における実行行為、実行者の行動を制限するような制約の有無、えー、あるいは共謀段階における特定の共謀者の他の共犯者に対する影響力の程度等を総合的に考慮して、実行行為が共謀に基づく心理的影響のもとで行われたものか否かを実質的に判断すべきだ。 えー、具体的には、でもう少し細かいコール要素を出しておきました、えー。実行内容の客観的な行為対応ですね。行為対応、えー。のみならず、実行担当者の主観的な面においても主観面。ですね。えー、共謀内容との間に断絶があり、実行担当者の独自の意思決定により、別個の犯罪が実現されたと評価すべき場合には、まあこれキーワードですけど、独自の意思決定、別個の犯罪を実現。 はい。この場合には、共謀に基づく実、犯罪が実行されたとは認められない。さて、当てはめです。じゃあ、本問どうでしょうか。上述の通り、おつの実行した行為対応は、B 宅内に押し入り、B を緊迫した上で現金300万円を奪取するというもので、もはや第一共謀に基づく実行行為中における、えー、え財物の領得という類型には当てはまらない。ね、詐欺。 という行為の類型にはもはや当てはまらないですよね。しかしながら、あー実行担当者の主観的な面について見ると、お平は B を縛り上げてしまえばより確実に現金を手に入れることができると考えて本件実行に及んでいると。と第一共謀に基づく犯罪の成果をより確実に実現すべく犯行計画を変更していると。と だとすると、え、お及よびへの意識の面においては、第一共謀な、第一共謀の内容との間に断絶があるとは言えず、むしろ第一共謀から連続発展した動機に基づいて本件実行に及んだものと認められる。ということになりますよね。 えー、確かに客観面の行為対応は食い違ってます。ここを重視すれば、射程外だという結論もあり得るのかもしれないけど、先ほども言ったように、えー、と判例が重視している、そして、えー、採点実感が、共謀の射程論として提示している視点は、心理的因果性にあります。だとすると本、ね、本問は、この実行行為者の意識の面に着目すると、 えー、当初の共謀内容をより確実に実現するために第二共謀を遂げていると。と、えー、第一共謀をより確実に実行するために計画内容を変更していると。とそういう事案です。えーまあ、心理的因果性をね、主観面の事情ですね。こういった主観面の事情、心理的因果性を重視する傾向から判例の傾向や、あるいは採点実感の指摘からすると、ねえー、本文は、あ え、しょうきょう、共謀の射程ないということになるんでしょうね。え、他方、上述の通り、本件犯行計画における、ね、公は首謀者的地位にあり、え、本件犯行の遂行過程でオツ、おつ、兵に与えた、及ぼした影響力の程度は大きかったと、こういうことは指摘できますが、え、公がおつ、兵に対して、 え、計画変更を絶対的に禁止するとかね、制限するというね、そういうことをしていたわけではないですよね。え、同人らが実行すべき行為対応を制約していたという特段の事情もないでしょう。そうすると、犯行計画が変更されうると、されうる状況にあったということからすると、第一共謀と、実際にオツ及び兵が行った実行行為との間には、因果性が認められると。 はい、以上から、本件実行は、オツおよび兵の独自の意思決定により、別個の犯罪が実現されたものとは言えない、共謀に基づく犯罪が実行されたものと認められる、したがって、公にとって、客観的には B に対する強盗致傷罪の、オツおよび兵との共同制犯が、ね、共同正犯に当たる事実が実現されたことになります、だ、客観面は、強盗致傷に該当するよと、オツは、因果性が及ぶから。 あ、ごめんなさい。おつがじゃない。こうですね。こうは、客観的にはあ、強盗致傷罪の共同戦犯に該当すると。客観面は。はい。ここまでがあ、この因果性の認定です。よろしいですかね。で、ここまで認定して次です。故意ですね。えー、錯誤の問題を処理するわけです。客観的には強盗致傷に当たるんだけど、じゃあ主観的にはどこまで軌跡できるんですかと。はい。これが錯誤の問題ということになります。 えー、もっとも、こは第一共謀の当時、本件犯行について B に対する詐欺の認識はあるが、本件実行について B に対する強盗の認識はなかったということで、故意の損否について検討すると。はい、アスタリスク56ですけれどもあ、ごめんなさい、56じゃない。次のページのアスタリスクですけれども、えっ、ー、と、13ページ。 はい。まさにこれ、抽象的事実の錯誤ですね。えー、軽い罪の認識で重い罪を実現した場合、38条2項で、重い罪によって処断することはできないということが前提になります。えー、それが前提になるけれども、じゃあ軽い罪は認められるのかと、とここについては直接規定されていないから、えー、同条項の解釈が問題となると。で、論じ方2つあるんですけど、まあ、参考判例12ですね。 え、所持にかかる薬物が覚醒剤であるという重い罪となるべき事実の認識がないから、覚醒剤所持の行為を書く。が、両罪の構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い麻薬所持剤の行為が成立し、同罪が成立すると。はい。まあ、覚醒剤を、客観的には覚醒剤を、習慣的には麻薬だと思って所持していたと。はい。このように判例は、実現事実、客観に対応する 意主観が認められるか、認められるかを問題とした上で、構成要件的に符号する限度で、軽い認識事実、主観の意犯を成立させる。これが処理手順です。客観に対応する意犯の成否を検討すると。はい、これが作語論ですね。 で、まあ、もう一個の論じ方は、これに対してですけど、えー、この場合、認識した軽い罪について行為が認められるのは当然だと。ね、えー、麻薬だと思って持ってんだから、麻薬の認識があるのは当然でしょうと。ね、問題は、ね、実際に客観的に持ってたのは覚醒剤なんだけれども、麻薬所持の客観面の該当性があるかどうかなんだと。こういう問題提起の仕方をするのが、これ、近似の学説の、えー、理解の仕方ですね。 問題はその客観、主観に対応する客観的構成要件該当性だと。まあ、こういうふうに捉える見解。この見解は判例とは逆です。主観に対応する客観が認められるかを問題とし、重なり合いが認められる限度で、軽い罪の客観的構成要件該当性を認めると。客観面の軽い罪の客観的構成要件に該当する事実の存在を肯定すると。恋の成否はもはや問題とならない。したがって、作語論は問題とならない。 これが、あまあ、近似の学説の、えー、捉え方。はい。ただ、まあ、いずれの処理手順にしても、構成要件の符号をね、えー、検討して、その符号を肯定する限りは結論は異ならないから、まあ、説明の仕方の違いに過ぎませんね。えー、なお、判例は、昨語論で処理してますね。これ明らかですね。えー、参考判例13をつけておきました。あの、共犯の過剰事例で、で、まさにそれがこの、こ、これですけれども、 えー、書で言うとね。えー殺、殺えっ、ー、と、障害を共謀して一人が殺人に及んじゃったとで。殺意のなかった被告人については、えー、構成要件が重なり合う限度で軽い障害致死の限度で共同宣が成立するというふうに言っています。 えここでもね、重なり合う限度で軽い罪を成立させてるけど、その前提として、えー、こういうふうに述べてるんですね。共犯者が殺人を犯したということは、被告人にとっても、暴行障害の共謀に起因して、起因してだから因果性があるんだという前提ですよ。さっきと違って。起因してと言ってますかね。さっきはこれ因果性がない、切れちゃう事案でしたね。ここで因果性が切れちゃうと、障害致死の限度でも軌跡できませんが、 客観的に奇跡が否定されますが、因果性がある。これに、この共謀に起因して殺人が実行されたのであれば、あこう言ってますね。えー、被告人にとっても、暴行障害の共謀に起因して、客観的には殺人の共同戦犯に当たる事実が実現された。だ客観面は殺人なんだと。殺人に該当すると。で、しかし、意 がないよね。殺人の行為がないよね。ここで38条2項の解釈。抽、え、象、ー、的事実の錯語。で、重なり合う限度で障害致死の、まあ、この限度で共同制案が成立するんだ。あくまでも、えー、重たい罪に客観的に該当するんだけれども、主観的には軽い罪の限度だから、その限度で行為犯が成立するよと。こういう処理をしてます。これはあ明らかに錯語論です。よろしいでしょうか はい。で、まあ,じあ、じゃあ、本文も、じゃあ、重なり合いを検討するということになりますが、えー、この重なり合いの検討はですね、ここは完全に応用問題ですね。えー、詐欺と強盗の重なり合いです、えー。これを正面から述べた判例は存在しないし、えー、正面から論じてる文献も見当たりません。えっ、ー、と、13ページの下のアスタリスクですけど、えー、この重なり合いの検討について、平成27年の採点実感、 ですね。えー、認識と事実が異なる構成要件にまたがる場合であっても、両在の実質的重なり合いの有無によって処理するのが判例の立場だ。えー、ただし、えー、まあ、この年は業務上横領と折盗でしたけどね。この重なり合いについて判断した判例はないことから、いずれの結論を取るにせよ、重なり合いについてどのような判断をするのかを、各自の基準を立てた上で、問題文の事実を当てはめるという論述が求められている はい。だから本問でもね、自分なりの基準を立てた上で現場で考えるという問題です。で、強盗と詐欺の重なり合いをどう考えるかですけど、ね、明確に判断した判例はないからね。えー、まあ自分なりの基準を立てて、一般的にはだから保護法益と行為対応で重なり合いを見ると。えー、これが一般的な考え方だと思います。 えただ、両罪の符号については、結局、投手罪と交付罪という材質の違いをどの程度重視するか。ここで結論が分かれるでしょうね。え強盗罪というのは相手の意思に反して占有を奪う行為。それに対して詐欺罪というのは相手の意思に基づいて交付されたものを占有移転する。交付されたものを受領すると。えまあもちろん、瑕疵ある意思ですけどね。瑕疵ある意思に基づく占有移転。はい、だから意思に反する占有移転なのか。 医師に基づく専用移転なのかというところで材質が違ってます。ここをどこまで重視するのか。えー、このね、投資罪と交付罪。ただね、一般的には、あ、そこカッコの中に書きましたけど、窃盗と詐欺。これは重なり合いを肯定すると。えー、他方で、強盗と恐喝。これについても重なり合いを肯定する。これが一般的な理解です。これ、いずれも投資罪と交付罪だよね。だから、えー、結局、まあ、あの、 強盗と詐欺を検討した判例もないし、えっと、文献も出てこないんだけど、窃盗と詐欺とかね、強盗と強化これは結構あの検討した文献とか出てきますで。結局、投資罪と交付罪の間で重なり合いを肯定しているから、えー、これに合わせて考えるんだったら、強盗と詐欺の間も重なり合いが肯定されると。で、まあそう考えると、財産犯についてはですね、もう広く一般的に重なり合いが認められるという結論になっちゃうんだよね。 えー、その意味でさっき言った二つの判断基準、保護法益と行為対応という二つの判断基準のうち、えー、保護法益の方だけがね、えー、もう重視されていて、行為対応はもうあんまり重視されていないと。えー、まあそういう、まあ、一昔前の議論だとそういう議論じゃなかったと思うんですけど、最近はそういう議論になってますね、えー。行為対応はほとんどもう重視しないと。はい。ということで、まあここはでもね、自分なりに基準を立てて、現場で考えるという問題です。えー、12ページ戻ります。 えー、一応これね、えー、基準を立てた上で、えっ、ー、と、法定的符号説を論述しておきます。え、犯罪の行為があるとするには、詰めてなるべき事実の認識を必要とするところ、行為者が認識した事実と、現実に発生した事実との間に、異なる構成要件にわたる錯誤がある場合、え、発生した結果について構成要件該当事実の認識を書くことから、原則として行為犯の成立は否定される。えー、まず、抽象的事実の錯誤の原則論はいいよね。で、最も、 両者の構成要件に実質的な重なり合いが認められる場合は、重なり合う範囲において、構成要件該当事実の認識が認められる。したがって、軽い罪について、こういう判の成立を肯定すべき。はい。これが38条2項の解釈ということになります。で、この構成要件的不合の有無については、丸一保護法益丸二行為対応の、両者の共通性を実質的に判断する。一応、基準を立てた上で、 カッ2番、当てはめます。え、強盗致傷の共同戦犯と詐欺の共同戦犯。え、前者が投手罪。え、後者が交付罪。 えっと、投手罪っていうのは競技の脱取罪っていうふうに、ま、脱取罪っていうふうに言っちゃう、あのー、基本書とかもあるんだけど、えっ、ー、と、脱取罪っていうと、占有移転罪すべて含むという意味合いでも使うので、交付罪も含めて脱取罪に含めると、えー、そういうふうに書いてある文献もあるので、ちょっと議論がこんがらがるんだよね。だから、えー、あえて脱取罪という言葉を使わないで、投手罪にしときました。えー、すなわち、意思に反して奪うという類型と、ね、交付罪、意思に基づいて奪うという類型ですね。 はい、えー。この点で材質が異なっている、えー。ものの、いずれも他人の財産権を保護法益とし、他人の占有する財物を不法に領得する対応の行為であるという点においては共通しているから、公には、領罪につき公正要件的に重なり合う限度で軽い詐欺罪の共同戦犯の故意、故意犯の成立を認めることができると。 はい。よろしいでしょうか。従って結論、えー。14ページですけど、えー、以上より、公には B に対する詐欺罪の限度で、おつ及び兵との共同戦犯が成立すると。はい。で、説問2でもう相当時間が超過してしまう。最後、説問3は簡単ににしておきましょう。質、えー、説問3、えー、定の在籍についてですね。えー、以下、6の事実を、まあ、第一妨害行為と言います。 はい。これに、業務妨害罪の成立を否定しつつ、7の事実。これ、第2妨害行為としておきます。はい。ここに、業務妨害罪の成立を肯定する立場から説明しましょうと。えー、まあ、特定の結論を導く理論構成を問う問題自体はね、従来から出題されていましたが、ちょっとこの問題はね、出題内容的に、 え、理論構成を現場で考えるというよりは、特定の学説を知ってたか否かで差がつくような問題になっちゃってるかなという印象ですね。はい。えっ、ー、と、アスタリスク先に見た上で15ページ。 ええと、まず、公務と、え、業務の関係についてですけど、まず基本からね、え、判例は、権力的公務は業務に含まれないが、非権力的公務は業務に含まれると返した上で、非権力的公務については、ご、業務妨害罪でも、え、公務執行妨害罪でも保護されると。はい、これ、え、限定積極説という立場ですね。まあ、そこに判例14とか15とか16。 17をつけておいたので、まあ見ておいてください。え、キーワードはいずれも、強制力を行使する権力的公務。これですね。強制力を行使する権力的公務でなければ業務に当たると。はい。これが判例の解釈論。はい。で、ここまでは基本で、本問はその先を聞いていますね。えー、もっともっていうところからですけれども、 もっとも限定積極説については、えー、あらゆる権力的公務を一律に業務から排除することの妥当性が問題とされる余地があり、えー、まさしく本問です。えー、本問では警察官の職務に対する妨害行為が問われているところ、警察官の職務は、ね、当然に強制力を行使する権力的公務が含まれますよね。えー、本問で言うと、逮捕状による逮捕ですね。これ完全に強制力を行使する権力的公務です。 はい。これが含まれることから、このような警察職務が民間企業の業務とは全くね、えー、同じだということではないよね。えー、全く同じとは言えない。違う性質があるということを前提に、本罪の成否をどのように考えるかと。はい。この問題については2つの解釈論がありますということで、一応2つ説明して終わりにしましょう。今見たように問題の所在は、えー、そのね、限定積極説に立つんだけれども、 警察の職務というのはその中には強制力を行使する権力的公務が含まれてくるとでまさに本文のようにオツによる逮捕あごめんなさい逮捕状による逮捕などがこれの典型だぞと、はい、で見ていくとまず一つ目は回答例もこれも回答例2つつけたんですが一つ目は、えー、限定積極説の内容を修正する見解ですね。えー 16ページいきますけど、すなわち判例の採用する限定積極説は、権力的公務については、暴行脅迫の程度に至らない威力に対して、その抵抗を排除し、排除しる、えー、強制力、自力執行力を備えている。反面、非権力的公務については、一般市民の業務と、業差が、えー、非権力的公務については、一般市民の業務と差異がない、ということを根拠としています。 えそうだとすると、防衛、えー、妨害手段が偽計である場合は、権力的公務の有する強制力によっても自力排除できないから、偽計業務妨害罪との関係では、権力的公務を業務から排除すべきではないとの解釈。まあ、これ修正積極説ですね。いいですよね。偽計による、偽計による妨害の場合は、強制力意味ないじゃないかという理屈です。 で従って、威力業務妨害罪は成立しないけど、偽計業務妨害罪は成立するんだよ、という解釈ですね。えこれが一つ目で。これに対して二つ目、回答例2は、これは限定積極説は維持しつつ、その適用範囲を限定する。すなわち、えこの見解はあ、権力的公務が業務から除外されるのは、強制力を行使し得る段階に至った場合なんだと。 そこに限定されるんだと。えー、妨害された公務の中に、強制力を行使する権力的公務が含まれていたとしても、まだその強制力を行使し得る段階にないのであれば、それは妨害手段が威力か儀形かを問わず、まだ行使できない段階であれば、それは業務妨害罪による保護が必要となるんだと。いうふうに考える。えー、がって、そのね、業務から除外、えー、権力的公務がですね、業務から除外される場面を限定するわけです。 この強制力を行使し得る段階に入った後なんだと。この段階に入っていなければ、妨害排除機能がないわけだから、これは一般業、一般の民間企業の業務と同じように保護すべきだよと。えー、権力的公務員を含めて全体が業務に当たるぞと。えー、これは妨害手段が偽計であろうが、あの、威力であろうが関係ないですね。参考判例18とか19がこういう認定をしています。 はい、なのでまあ2つのね、答案構成に基づいて、回答例二2つつけといたので、さっと見て終わりにしましょう。14ページに戻りますけど、まず回答例1です。強制力を行使する権力的公務は、その執行に際して一定の威力による抵抗があることを当然に予定している。そのような抵抗を受けても、自力でこれを排除し得る自力執行力を備えている。 したがって、威力業務妨害罪における業務には含まれないと返すべきだ。これに対して、権力的公務であっても、義兄による妨害を自力で排除することはできないから、義兄業務妨害罪における業務には含まれると返すべきだと。はい。こういうふうに切り分けると、まあ、当てはめとしてはこうなりますね。逮捕状による逮捕というのは、警察による強制力を付与された権力的公務です。 第一妨害行為は、怒号しながら両手をた広げて立ちはだかると。えー、道を塞ぐという行為。はい、これは警察官 D によるオツの逮捕を妨害するに足りる威力に当たります。従って第一妨害行為については、警察官 D による逮捕は業務に当たりません。従って業務妨害罪は成立しません。威力業務妨害罪は成立しません。え、これに対して第二妨害行為は、Y 警察署に電話をかけ、 え、ワイシ近くの路上で通り前に刺されましたすぐに来てくださいなど嘘を言って、え、警察官5名をして警戒等を行わざるを得なく、行わざるを得なくしたというものであり、え、警察官らを削後に陥れて、おの逮捕を妨害するに足りる儀刑に当たると。したがって第二妨害行為については、警察官らによる逮捕は業務に当たる。したがって儀刑業務妨害罪は成立するということになりますね。 これが偽計なのか威力なのかによって分ける見解。はい。それに対して回答例2で見ていきますが、強制力を行使する権力的公務はその執行に際して一定の抵抗妨害があることを当然に予定しているところ、暴行脅迫に至らない程度の妨害行為は強制力によって排除し得ることから、そのような妨害から保護する必要はない。従って強制力を行使する権力的公務は本罪に言う業務には当たらない。 これ、いいですよね。積極え、限定、積極説。ただし、で限定します。限定、限定、積極説み。みたいな感じね。ただし、妨害された公務の中に、強制力を付与された、え、権力的公務が含まれていたとしても、その強制力が未だ妨害行為に対して行使し得る段階にはなく、妨害行為を排除する機能を有しない場合は、なお、業務に当たる。え、妨害された公務全体が、本罪による保護の対象になるんだと。 これが参考判例1819の解釈論です。で、見ていくと、当てはめ。逮捕状による逮捕は警察に、警察による強制力を付与された権力的公務です。第一妨害行為は、現にオツが警察官 D に逮捕されそうになっている状況、まさにその強制力を行使しようとする状況において、当該逮捕を妨害すると。えー、怒号等を行ったと。 いうことだから、これは逮捕の強制力を行使しうる段階における妨害行為だよね。従って第一暴行行、第一妨害行為については、警察官 D による逮捕は業務に当たらず、業務執行妨害罪は成立しないと。いいかなもうそれは行使しうる段階での妨害だから、そこについては、業務妨害罪には保護されないよと。 え、自力執行力を備えてますからね。と。で、これに対して第二妨害行為は、虚偽通報によって警察官5名に対して警戒等を行わせる行為。え、この逮捕の強制力は、この虚偽通報による妨害行為に対しては、行使し得る段階にはないと。え、このような妨害行為を排除する機能を有していないと。虚偽通報される時点では何ら強制力を行使しようがないじゃないですか。 したがって、えー、第二妨害行為について、これがなされなければ遂行されたはずの本来の警察の公務、これね、ちょっとポイントなんですけれども、妨害対象は、えー、虚偽通報がなければできたはずの公務ね、これが妨害対象ですよ。えー、本文でいうと、まさにオツの逮捕なんですけど、ねえー、こんなあの虚偽通報がなければ、ね、オツの逮捕ができたんだと、このオツの逮捕ができなくなったっていうところが妨害対象なんですけれども。 え、オツの逮捕というね、この強制力を付与された権力的なものも含めて、その全体が業務に当たり、議計業務妨害罪が成立すると。えっ、ー、と、今のところ最後のアスタリスク16ページ。あの、本文公団のね、この虚偽通報事案では、その妨害対象となっている警察職務は何なのかと。ここちゃんと特定する必要がありますね。警察に不要な警戒出動を強いる点が、本文で言うと警察官5名に、 え、さらなる通り魔発生への警戒等を余儀なくさせたと。まあ、この点が被害の実態なんです。無駄なことをさせたと。え、ここに実態があるんだけど、不要な職能を行わせたこと自体を根拠に、業務妨害罪が成立しているわけではないです。え、この場合、その警戒とか出動とか、ここを、その警戒出動行為を妨害したわけじゃないからね。え、妨害対象とされる業務はあくまでね、 実際に行われた警戒出動等の業務ではなくて虚偽通報がなされなければ遂行されてい,て遂行されていたであろう本来の業務本文ではオツの逮捕なんですねこれが妨害されたと判例18も19もこの点を明示して指摘していますねあくまで本来的な警察の職務ね本来的その嘘の通報がなければできたであろう本来的職務これが妨害されたんだと ただ本文、本門は、ここは明確になってるんですよね。あの、問題文で、ここか。あんまりここの認定というか特定で悩まなくて済むんですけどここですね。オツを追跡することができず、オツを逮捕することができなかった。はい、問題文にこの事情が明示されてるので、本門はね。だから、妨害されたのはあくまでオツの逮捕なんだっていうことが、えー、明らかになってます。妨害対象があくまでオツの逮捕であったということがね。 ただ、今の議論は、この一文がなくても妥当するって、そういう意味ね。 仮にここのね、え、を逮捕することができなかったっていう事情が問題文に明示されてなくても同じ議論は妥当するよと。まあおそらくこの妨害対象が何なのかっていう議論、ややこしい議論を、まあ回避するためにわざわざこの一文をね、書いたんだと思いますけど、本文ではね。そこまで検討させるとややこしくなっちゃうので、ちょっとそのややこしい議論をね、回避するためにね、わざわざこのオツの逮捕ができなかったっていう事情をここに最後に明示したんだというふうに思いますけど、一応そこを意識するといいでしょう。 はいえー、と大幅に時間超過しましたけれども、ちょっと刑法重たすぎましたね。えー、かなり内容を盛り込みましたので、こうなっちゃいました。えー、とりあえず前半は、じゃあこれ,にしゅこれで終了にして、えー、休憩にします。はい。えー、じゃあそれでは後半行きましょう。第2問、刑事訴訟法ですね。えー、問題文から。さて、えー、とこの問題文を見て、パッとね、えー、抱いた印象ですけど、昔に戻ったんですよね。出題がね。設、えー、問1。 操作丸一及び操作丸二の両地の適法性について、具体的事実を適ししつつ論じなさい。質問2実況見聞調書丸一及び実況見聞調書丸二の証拠能力について、具体的事実を適ししつつ論じなさい。とまあ、ただし操 ①、操作丸一、操作丸二の適否が与える影響は論じなくていいということで,です、ね、わずかこれだけの問題、質問でね。ね 全体の感想からいきますが、えっ、ー、と、まあ、あの、設問1が捜査法、設問2が証拠法、しかも伝聞と、伝聞法則からと、えー、極めてオーソドックスなというかね、従来型の、まあ、一番あの、よく繰り返し問われていた出題形式に戻ってるという感じですね、えー、ここ数年ですね、ケイソも刑法,刑法に引っ張られる形で、ちょっと凝った出題が続いていたんですけど、あの、複数の理論構成を問う問題とかね、 あるいはちょっと前提事実を、正門1と正門2で前提事実を変えてみるとか、なんかそういう少し凝った出題が続いていた印象なんですけど、今年はですね、非常になんていうか古風なというか、オーソドックスなというか、 オールドスタイルな問題に回帰したというそういう印象です。難易度もまあ一部悩ましい点が出てきますけれども、まあそれでも標準的な難易度だったと言えるでしょう。分量もそこまで過剰な分量だという感じではないかなと。まあそれでも多いけどね。ただまあ一時期のとんでもないあの尋常じゃない分量を出題していた時代に比べるとまあ落ち着いてるかなという感じです。はい。 じゃあ、まず、質問1から行きましょう。えー、まず、質問1ですけれども、これ、出題の仕方に注意してくださいね。質問1は、操作の適法性じゃなくて、領地の適法性を問っていると。えー、すなわち、検討対象となる捜査活動の類型を特定して出題すると。これ、何が問われているのかを正確に把握する必要がありますよ。えー、ま、こういう問われ方って、えっ、ー、と、これまでもね、 えこういう問われ方自体はあります。逮捕の適法性とかね。捜索の適法性。差し押さえの適法性と。取り調べの適法性について論じなさいとか。も対象を特定して出題すると。はい。そこで本文は領地の適法性が聞かれてるから、領地の適法性判断枠組みがまず問題になるんだけれども、えっ、ー、と、先に、えっ、ー、と、アスタリスク見ちゃいましょう。えっ、ー、と、ページ数で言うと25ページの米印。 さて領地についただね、これ、あんまり領地って、あれですよね、そんなに突っ込んだ勉強はなかなかする機会がないので、まあ、とはいえ、あの司法試験台一度出てるんですけどね、平成22年に一度出題されてますけれども、はいえー、とまず領地の法的性質見ていきます。えー、これ、占有取得は任意処分なんだよね。 そして、占有保持が強制処分という、ちょっと特殊なね、えー、処分ですえ。すなわち、えー、捜査機関による領地というのは、えっ、ー、と、遺留した物、えー、あるいは任意に提出した物、遺、え、留、ー、物、任意提出物について、えー、捜査機関がその占有を取得、保持するという処分だけれども、だから処分としては占有の取得と保持だけど、占有取得の過程で強制の要素を伴わない点で差し押さえと異なる。 だから、憲法35条の欧州には含まれない。したがって、令状主義は採用されていない。領地令状という令状はないですね。他方で、一旦領地してその専有を取得した後は、差し押さえと同様の効果が生じ、捜査機関は、その返還を拒むことができる。だから、一旦領地されると、返してくれって言っても返してもらえない。専有保持には強制力を伴うと。と はい。という点で、まあ、強制処分としての性質も有していると。従って、刑事訴訟法上は、欧州、222条1項の欧州に位置づけられていると。いいですよね。えー、ちょっと特殊な位置づけです。えー、にえっ、ー、と、占有取得は任意捜査、任意処分として行われて、占有法、その後の占有法人には強制の要素があると。はい。 で、条文上ですね、だから、えっ、ー、と、領地の対象物は、先ほど見た、遺留した物、に提出した物ということで、これ、えっ、ー、と、差し押さえの対象物とは異なっていて、差し押さえの対象物は、証拠物または没収すべきと資料するもの、ということでね、これ、えっ、ー、と、99条1項ですけれども、で、この証拠物、 99条1項の証拠物の解釈として、被疑事実と関連性を有する証拠物というふうに解釈されるので、差し押さえについては関連性が要件となりますよね。被疑事実と関連する証拠であると。証拠物であると。 それに対して、領地の対象物は条文上、関連性のあるものに限定されていません。もちろん、事件とおよそ無関係のものは、それは領地をする必要性相当性がないということで、まあ、その次の比例原則、相当性、必要性相当性が否定されるということはあり得るでしょうけれども、少なくとも条文上の要件としては、関連性を検討する必要はないということですね。ここも注意点です。 さあ、で、この領地の判断枠組みですけれども、平成22年の出題趣旨でこういうふうに説明されている。え遺、ー、留物の領地の事案でしたけれども、えっ、ー、と、まず、道場における遺留物がなぜ令状なくして取得可能なのかという制度の趣旨に立ち返り、えー、専用取得の過程に強制の要素が認められないからこそ令状を要しないと。まずここですね、この指摘。 でさらに、えっと、ちょっとアンダーラインのところだけ見ちゃいますけど、投棄されたゴミが遺留物に該当するか否かをまず検討し、その上で当該ゴミが遺留物に該当するとしても、排出者がゴミを排出する場合における、通常そのまま収集されて他人にその内容を見られることはないという期待。 が、プライバシー権として、権利性を有するか否かを検討し、さらに、どう権利性が認められるとしても、本件事例においてなお、要保護性が認められるか否かを論ずべきと。まあ、こういう指摘になってるんですね。でそうすると、 えこの趣旨が示す判断枠組みに従うと、まずは対象物が、領地の対象物になるかどうか、すなわち遺留物、あるいは任意提出物に該当するかどうかという問題だよね。まずは一つ目の判断基準として、え,留えと遺留したもの、あるいは任意に提出したものに該当するかどうかという条文上、これが領地に該当するかどうかの判断。で、該当するとしても、何らかの利益、期待、 あるいは、権利の侵害があり得るから、比例原則が適用されて、ということで、領地の必要性相当性。これは通常の比例原則の適用ですね。こういうふうに検討していくと。197条本文の適用により、すなわち比例原則の適用による任意操作の適法性の検討と。 で、最後に、まあ、えっ、ー、と、これ平成22年の問題は、この欧州物についての必要な処分。この検討が入ってたので、その領、両、両、えー、領地した物に対するですね、付随措置、開封、確認措置ですね。えぇ、ー、欧州物についての必要な処分の検討まあこういう順番だったんですね。ただ、本文は、ちょっとそこは悩ましいんだよね。これ、えっ、ー、と、例えば、捜査丸一で領地したゴミ。 開けて確認して中からスニーカーをこう発見して取り出してます。このスニーカー確認措置までは、えー、アンダーライン引かれてないでしょう。えー、そのスニーカー確認、その後スニーカーを確認してるんです内容物を。ここが必要な処分ですけれども、ここはアンダーライン引かれてないので、ね、その、占有取得のところまでなんだよね、聞かれてんのは。はい。ちょっとここがだからどこまで論じるのかが悩ましいところです。 さて、じゃあ、これを前提に見ていきましょう。えっ、ー、とに、えー、24ページの分析例に戻ってきますが、まずだから、領地該当性からですね。えー、捜査機関の行う領地は、対象物を占有する欧州の一種であるが、その占有を取得する過程に強制の要素を伴わない点で、差し押さえとは異なる。ため、えー、憲法35条の欧州には当たらず、無例状で行うことができる。 このような処分の性質からすると、道場は所有者のみならず、所持者もしくは保管者が任意に提出したものについての領地も規定している。いいですね。所有権者である必要ないんですね。提出者の占有が適法である以上、提出者が所有者、その他処分権限者であることを要しないと。こういうふうに解釈されています。 ちなみに、これ、丸1は任意提出物ですよ。これ、問題文から明らかだからね。任意提出を受けて領地したって書いてあるんだから。だから、こう、任意提出物に該当するかを検討するんですよ。えすなわち、ここでの検討は、大家から任意提出を受けてるから、大家が、この、所持者もしくは保管者に当たるかどうかという、こういう検討ですよ。所持者もしくは保管者に当たるんであれば、条文上は領地に当たるということになるからね。はい。 でそこで、じゃあ検討していきましょう。当てはめですけど、24ページ。え、こうはアパート敷地内にあるゴミ置き場にゴミ袋、えー、一袋ですね。本県ゴミ袋と言いますが、これを登記したところ、えー、同アパートにおけるゴミの取り扱いについて、同アパートの所有者である大家が、同アパートの居住者に対して、えー、ゴミを、えー、同ゴミ置き場に捨てるように指示しており、 え、同人が同ゴミ置き場のゴミの分別を確認し、え、行動上にある、地域のゴミ集積場にゴミ回収日に搬出するということについて、あらかじめ居住者から了解を得ていると。え、このようなアパートにおけるゴミの取り扱いからすると、居住者等は回収搬出してもらうために不要物としてゴミをゴミ置き場に捨てているのであり、え、ゴミがゴミ置き場に搬入された時点で、ゴミ置き場を管理している大家の 物理的な管理支配関係が生じ。当該ゴミの占有は、遅くともゴミ回収日に、大家がゴミを確認し、搬出した時点で、ゴミを捨てたものから大家に移転すると解されると。もうこれ参考判例をは参考にしながらこういう認定にしました。すなわち、ゴミ置き場に居住者がゴミを搬入してきた時点で、それは大家の管理に入るでしょ。えー、このアパートの大家が管理すると。 ま、その時点ではまだ頂上的な占有ですけどね、えー。すなわち捨てた人と、大家の共同占有みたいな状態、えー。その敷地内のゴミ収、ゴミ置き場だからね。で、えー、そのゴミ置き場に入れた時点で、まあ、頂上的な占有になり、そして大家が搬出した時点で、大家に占有が移転すると。完全に移転すると。まあ、こういう認定です。で、そうすると、えー、司法警察員 P が、 あ捜査丸一を実施した時点で、孔の登記した本件ゴミ袋は少なくとも孔及び大屋の頂上的な占有下に入っていたというべきだから、大屋が占有するに至っていたものです。だとすると、本件ゴミ袋はその所持者である大屋が任意に提出したものに当たります。従って、領地に当たります。よろしいですかね。はい。で、これを前提として、じゃあ、比例原則の適用ですね。25ページ。 領地の必要性相当性え。捜査機関が習得回収したものがあ、領地の対象物に当たるとしても、これを領地することは個人の法益を侵害し、または不侵害する恐れがあることから、状況の遺憾を問わず常に許容されるものと解するのは相当ではなく、必要性緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき 公共の利益との健康などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されると返すべきであるという形で、ここで捜査比例の原則を述べると。で、当てはめですね。で、ここの当てはめについては、えっ、ー、と、米印を先に見ておきますか。27ページ。 はい。ここで、この、ゴミの領地の相当性判断で、非侵害利益をどういうふうに検討するかと。非侵害利益の内容。で、これ参考判例2がですね、えー、排出されたゴミについては通常そのまま収集されて他人にその内容を見られることはないという期待があるというね、こういう指摘をしていて、えー、これ22年の採点実、えっ、ー、と、出題趣旨でも、ここをね、指摘してたよね。平成22年の出題趣旨でもね。 したがって、このような期待の、ね、え、権利性、要保護性を検討するということになるんですけどね。ただ、もっともですね、この意味でのプライバシー侵害って、実は占有取得、それ自体によって生じるものではないですよね。 いいですかえー、占有取得の点には権利侵害性がないからこそ、領地は、あ、令状主義に服さない。令状は不要とされているわけで、占有取得に伴う権利侵害ってないんですよ。ないからこそできるんですよ。令状なくても。えー、この期待が害されるのは、その対象物の内容を確認、点検した段階だよね。え、あるいは場合によっては、官邸、えー、官嘱託ですけれども、えー、場合によってその内容を調べるっていう操作をした時に生じるものです。 これは厳密には領地すなわち占有取得保持とは別個の処分である押収物に関する必要な処分によって生じる権利侵害こっちによって生じる権利侵害なんだよね厳密にはいいですか占有取得それ自体によって生じる法益侵害というのは 文字通り、この占有管理権に対する侵害ですよ。これがあるのかどうかという問題ですよ。占有管理権に対する侵害がないからこそ、これ無礼状でできるわけで、領地はね。占有管理権は侵害されてないわけですよね。えすなわち、条文上、遺留物だとか任意提出物に該当するのであれば、その点についての権利侵害性は認められないんですよ。で、今ここで問題にしてるプライバシーは、ね、そのまま内容物がそのままあゴミとして出される利益。 期待というのは、えー、それはそのものに対する、占、えー、有管理権そのものの侵害ではないですからね。えー、このプライバシー侵害は占有取得それ自体によって生じる侵害ではなくて、その後のゴミの内容を確認される措置、えー、すなわち必要な処分によって生じる侵害ということになりますよね。 だから、ここも含めて検討するのかって悩ましいんですよね。本文は、だからさっきも言ったように線引かれてないから、内容を検討したところとかあ、内容を確認したところまでが、アンダーラインが。はい。なので、ちょっとここをどうするんだろうなっていうのが、若干悩ましいというか、出題の趣旨として不明確になっちゃってるという指摘ができるんだけれどもね。 えアスタリスクのとこを続き読みますけれども、このことは警察官がゴミ袋を全く持ち帰らずに、すなわち占有取得せずにね、中身をその場で確認しただけの場合でも、占有取得をしない場合でも、全く同じプライバシー侵害が生じるということからも明らかでしょう。これは占有取得によって生じるプライバシー侵害ではないからです。占有取得によって観念される権利侵害ではないからです。確認措置によって侵害される利益だから。 ところが、本門の問題文にはあくまでね、領地の適法性っていうふうに記載されているから、この必要な処分まで含めて一体的に検討するべきなのか、あすなわち、その警察署でね、本件ゴミ袋を開けて内容を確認して、中から靴を発見してって、ここ,こまで全部一体的に検討しするというのが出題の趣旨なのか、若干出題の、出題の意図が不明確であったというふうに思われます。ちなみに、平成22年の出題ではですね、 22年の試験問題は、下線部の操作丸1から操作丸3の適法性っていうふうに記載されていました。だから、このね、22年の問題では、その占有取得の点だけじゃなくて、ね、今言ったプライバシーの侵害についても、ね、このすなわち必要な処分の相当性についても、検討対象となっているという出題趣旨が明らかだった、明確だったんですけどね。 えー、領地の適法性って聞かれちゃうと、領地の適法性って言われてる以上はね、ね、あくまで領地とは別個の処分による侵害であるっていうふうに位置づけるとさ、えー、今言ったプライバシー侵害は、領地の適法性を問う本門の検討対象ではなくなっちゃうということになるんだけどね。え、だから必要な処分まで含めて一体的に適法性を検討させる趣旨なのであれば、 ま、ここまでアンダーラインを引くとかね。え、あるいはこのアンダーラインをこう引いた上で、このアンダーラインを引いた下線部の操作の適法性についてとかっていう形で、えー、平成22年と同じような出題形式にする方が、まあ、趣旨は明確だったとは思いますね。はい。ちょっとここが悩ましいです。だから答え方としては。まあ、一応一体的に検討します。今言ったプライバシー侵害についてもね。で、えー、戻って25ページですけれども。 えまず、括弧1、必要性を見ていきましょう。えー、本件は犯人が V 型に侵入し、物色中に V を出して逃走したという住居侵入強盗殺人未遂事件であるところ、ゴルフクラブを凶器として使用した危険な犯行対応の事件であり、えー、左側、左側頭部という身体の数用部を殴打された V が、すぐに病院に緊急搬送されたと。救急搬送された。 ということからしても、本件は重大犯罪であって、犯人を早期に検挙する必要があった。まずは、事案の重大性ですね。必要性の要素として、まず事案の重大性。そして、本件捜査の過程で、えー、V 型付近にあるコンビニエンスストアに設置された防犯カメラの映像に、 犯行時刻の約7分後に犯人の着衣や性格好などに告示した男性が長い棒状のものを手に持ち北西方向に走っている様子が記録されておりまた同コンビニエンスストアから北西に約1キロ離れた場所にあるガソリンスタンドに設置された防犯カメラの映像に犯行時刻の約22分後に上記映像に記録されていた男性と告示した男性が 同ガソリンスタンドの向かいにあるアパートの建物に入っていく様子が記録されていた。その人物がこうであったことからこうに対する嫌疑が生じた。はい、二つ目の要素として嫌疑ですね。当該対象者を、に対して捜査をする必要性です。 一方で、現場である V 型からは犯人が残したものと思われる足跡が発見されたが、それ以外に犯人の特定につながる証拠を発見することができなかったことから、孔の犯人性を確認する証拠を収集すべく、孔の排出したゴミの操作を行う必要性が高かった。はい。これは当該操作手段を用いる必要性ですね。あの、必要性の、だから、考慮要素も、こう、まとめとくといいですよ。まず、事案の重大性ですよね。事案の性質。で、さらに、 権威。当該対象者に対して操作する必要性。そして、その操作手段を用いる必要性ですね。これをやるしかなかったんですよと。ゴミを取るしかなかったんですよと。その当該手段に出る必要性。 はい、えー。ここではだから足跡との一致、足跡との符号をね、確認して、甲の犯人性を確認するためには、ね、えー、ゴミの中からこういうね、スニーカーを発見して、えー、足跡の照合するっていう必要があったんだと、えー。また一般に犯人は犯行後に犯行時の着衣等を,を廃棄するなどして、証拠隠滅行為に及ぶことがあり得るところ、甲の捨てたゴミの中には、孔、えー、の犯人性を示すような、 衣服や服などの証拠が混ざっている可能性があるから、本件ゴミの操作を行うことの合理性もあったと。以上のような状況において、公が排出したゴミは、収集、収集業者等により、一旦収集処理されてしまえば、その後にこれを押収する術はなくなってしまうと。不可能になってしまうと。いうことから、その場で直ちに本件ゴミ袋の占有を確保する緊急の必要性もあった。緊急性もあったよと。緊急性も要素ですね。 はい。こういった要素で必要性を見ていくと。で、カッ2番、えー。こちらは相当性ですね。不利益の内容を検討していきます。えー、他方で、P は本件ゴミ袋の外観の特徴を行動上から目視して確認した上でゴミ置き場に投記されていた複数のゴミ袋の中から特徴を確認しておいたゴミ袋1袋だけを選び、大やから任意提出を受けている。 えー、どう、ゴミ置き場に投棄されたゴミの中から、外観から、こうが出したゴミの可能性があるゴミ袋に絞り込んで、で、領地して開封すると。えー、ゴミ袋を極力少なくする配慮をしていたということからすると、えー、捜査丸一は相当な方法で行われていたと、ね。えー、不必要な、無駄な権利侵害を起こしていないよと。 また、同アパートの居住者等は、ゴミ置き場に捨てたゴミが、大屋によりそのまま回収、搬出され、りに他人にその内容を見られることはないという期待。はい。これが先ほどの判例が指摘していた、認定した利益ですけれども。はい。この期待を有しており、この期待も個人のプライバシー権の一内容として法的保護に値するものとは言えるが、公は本件ゴミ袋を不要物としてゴミ置き場に投棄したのであり、 え、蒸気の通り、その回収搬出を大屋に委ねて、え、道人の物理的な管理支配下に置いている以上、河の蒸気機体に対する要保護性は低いと言える。はい、要保護性に対する評価。いいですね。本当に誰にも見られたくないんだったら、ね、自分で誰にも見られない場所持ってって空き地とか持ってって自分で燃やすとかね。 えー、そういうことを、ね、することができたんだけど、でも普通にゴミに出しちゃってるってことは、それは、ねえー、少なくともそのゴミを搬出する過程で大家が管理するわけだし、えー、持っていく過程で、えー、その収集業者の占有,有管理下に入るわけだし、他人に占有委ねちゃってるわけじゃないですか。えー、自分はもうゴミとして登記する認識で占有を手放して、えー、誰か他の人の占有に入れちゃってるわけですから、だからこの期待はあるんだけれども、期待に対する要保護性の程度としては低いよね。 そういう認定をしておきました。はい。以上の事情からすれば、あ捜査丸一の領地は、本件の捜査に必要な範囲において、かつ相当な方法にお、えー、相当な方法によって行われたものと認められる。従って、捜査丸一は適法という結論。はい。で、もちろんだから、必要な処分として、押収物の必要な処分としての確認措置も適法ということでいいと思いますけど、そこまではね、えー 問題文から求められてないから、あえて書かなかったけど、えー、当然その確認措置まで含めて適法という趣旨です。はい。で、次操作丸二ですけれども、今度は、えー、まず領地該当性から見ていくよ。上、え、述、ー、した領地の性質からすると、遺留したものとは、 えー、事故の意思によらずに専用を喪失した遺失物に限らず、事故の意思によって占有を放棄、離脱させたものも含むと。あ,あ、ちなみに、これ、丸二の方は遺留物該当性を検討することは明らかですよね。登記したって書いてあるんだから。これ、明示してるんだから。これですね。行動、行動上に登記されていた。と 放棄されていたものを領地しているわけですからこれはあのせあの任意提出物じゃなくて遺留物該当性の問題ですよねちなみにこのゴミの取得については遺留物の領地でいくか任意提出物の領地でいくかってここをどうやって区分するかっていうことについてなんだけどちょっと先に見ちゃうか27ページの下のところ 捜査機関に,けによるゴミの取得についてはですね、えっ、ー、と、判例二参考判例2、これは、行動上のゴミ集積場に排出して、その繊維を放棄していたと。これは遺留物として領地する。っていう認定なんですね。他方、参考判例1の方は、これマンションの共用部分の、要するに敷地の中にあるゴミ集積場。はい。 これは結局同じようにその管理者から任意提出を受けて、所持者が任意に提出したものを警察が領地している。ここに使い分けがあります。これらの判断を前提とすると、当該ゴミが捨てられた場所が行動上なのか、指摘領域内なのか、ここに区別の視点があります。これによって遺留物の領地で行くのか、任意提出物の領地で行くのか、と捜査手法が使い分けられると。 えー、捜査機関としては、だから、領地する場所がどこかによって取るべき手続きを変えているということですね。本文でも、えー、行動上に投記されたゴミを取得した、だから、丸二番の方は、これは遺留物、えー。アパートの敷地内にあるゴミ置き場に投記されている、捜査丸一これは、任意提出物の領地と、こういう手続きでやってますね。 で、じゃあ、見ていくと、まず、領地該当性ですけれども、え、こうは、豚汁を食べ終えた殻の容器、本件容器というを、え、行動上に投棄して、その場を去っており、その占有を放棄しているんだから、本件容器は遺留した物に当たると。はい、これは明らかだよね。 なお、本件容器は、孔の DNA を特定するための証拠を入手するために、P がボランティアの一員として炊き出しに参加し、容器の裏側にマークをつけて、同容器に豚汁を入れて孔に手渡したものではあるが、孔はこれを事故の意思で行動上に登記しており、孔が錯誤に基づいて占有を P に委ねたものではないから、捜査機関が孔の目次の意思に反してその占有を取得したものとは言えない。 したがって、なお、遺留にあたる。これね、えー、DNA サンプルの取得のためにこれをやってるから、この、参考判例4の射程内にある事案だと考えた受験生も多いと思うんだけれども、 えー、しかもこの参考判例4がね、強制処分該当性を肯定してるからあ、そのような受験生は、あ強制処分該当性をお検討してしまっているんじゃないかなと思われます。しかしながら本文はうが登記したと。もう自分の意思に基づいて専用放棄していると。こう、明記されてますからね、問題文に。だから、この判例とは、だ騙されて、えー、警察に渡しちゃったものです。この判例の事案は。騙されて警察に渡しちゃったものと、 本文は行動上に捨てちゃ、捨てたもの。決定的に事案が違いますよね。えっ、ー、と、これね、ちょっとアスタリスクの2番、3番先に見ちゃうか。ここの部分が、えっ、ー、と、一番受験生としてはもしかしたら引っかかっちゃったところかもしれないんですが、えっ、ー、と、いいか。えっ、ー、と、28ページのところね。 ええと、先ほど来何度も言うように、領地は占有取得の点にはおよそ強制の要素を伴わないから差し押さえと区別されています。従って占有取得処分が遺留した物、あるいは任意提出した物を対象物とする限り、すなわち領地に該当する限り、当該処分が少なくともですよ、占有取得について強制の処分と評価される余地はないんですよ。いいかな。 占有取得処分が条文上、領地に該当するのであれば、それは論理的に、でもその時点で、少なくともその当該占有取得は強制処分ではないということを意味するんです。え、強制処分に該当するのは、該当し得るのは、先ほども言ったように、その後のね占有保持の方ね、占有保持処分。返してくれって言われた時に初めて強制処分として、え、処分の性質が出てくるわけです。 押収物の返還拒否の場面ですね。返還拒否。ここで、えー、強制処分になるわけです。え、その意味で、この捜査の適法性判断枠組みの、この二段階判断の第一基準ですね。強制処分該当性判断。はい、この検討は、実は専用取得処分の、領地該当性が肯定される事案では、実は条文上、領地に該当するか、というね、この領地の要件認定の問題に解消されてるんですね。 言ってることわかりますかねえすなわち、これあの、答案上ね、領地該当性を肯定したのであれば、もうその時点で、条文上は強制処分該当性を否定したということを意味してます。あの、答案で例えばねえ、条文上は領地に当たる。しかしながら強制処分に該当するかどうかが問題となる。みたいな、こういう問題提起をしているもし答案があると、それは理解が不十分、不正確ということになっちゃいます。いいですかね その占有取得については誰の権利も侵害してないからこそ領地なわけで。令状がいらないわけで。任意に提出したものだとか、あるいは誰の占有もないものを取ってるだけだから、権利侵害がありませんよ。これを前提として領地に該当するという判断をしてるんだから、その時点でも強制処分該当性は否定されてるんですね。え、他方で、いいですかここの、その強制処分該当性の判断と領地該当性の関係ですけどね。 あの、平成22年の採点実感がね、えー、この、遺留物の領地として適法と言えるか否かを問うて、うているにもかかわらず、これを単に強制処分に該当するか否か、該当しないとして任意捜査として許されるかと、まあ、この二段階判断枠組みですね、えー。この観点からのみ論じ、2 2二条、えー、ごめんなさい、1条に一切言及すらしない答案が少なからず見受けられた。まあ、こう指摘されています。 で、これに対してですよ、対象物の占有取得が領地に該当しないのであれば、すなわち対象物が遺留した物だとか認定出物に該当しないのであれば、すなわち占有取得の過程で誰かの占有管理権を侵害してるってこの状況にあるのであれば、それは逆に言うと領地とは言わないんですよね。領地が否定されるわけです。 え、当該処分はね、令状に基づかない捜査活動一般、197条一項本文の必要な取り調べと同様の適応性判断枠組みにより規律されることになるから、それは領地じゃないからね、領地該当性否定されますから、遺留物にも任意提出物にも該当しませんから、その場合。はい、その場合は事案によっては強制処分該当性が肯定されて違法になることがあり得ると。えー、事案によっては違法な無令状差し押さえそのものと評価されることもあり得ると。 えー、例えば参考判例3とか4ですね。この、それは、この参考判例3とか4はその観点から強制処分性を肯定してますよね。参考判例3もですね、これ、えーと、遺留物に該当しないという判断を前提に、違法な無礼上捜索差し押さえだ。っていう認定をしてるんですよ、これ。参考判例3。 ちょっとこれ判例を分析する時間がないので、えっと、皆さん、後ほどね、各自で分析してほしいんですけれども。参考判例4も同じです。これがまさに DNA 採取目的で、ね、コップを取得した後、そういう事案でしたけど、これ、領地該当性、いずれも否定してますよね。所有者、所持者、もしくは保管者が任意に提出したものに当たらない。とかね。本件代役は、 使用したコップがそのまま廃棄されると思い込んでいたと認められる被告人が錯誤に基づいて、占有を警察官らに委ねたものだから、遺留にも当たらないということで、任意提出物でもないし、遺留物でもないんだよということで、領地該当性を否定してます。この判断が前提となって強制処分該当性を問題にしていると。 いいですかだから、領地該当性を否定することが、強制処分該当性を問題とする前提となっているわけですよね。だから、本問のこの操作丸2についても、P が回収した容器が遺留した物、あるいは2に提出した物に該当しないと判断するのであれば、これ、改めて第1基準、強制処分該当性、第2基準、操作比例の原則と、ね、こういう形で、ね、あの一般のね、 えー、捜査の適法性判断枠組みで検討する余地が生じますが、ただね、さっきも見たように、本問は登記してるので、これ明らかなので、行動上に。はい。だとするとですね、こう、しかも行動上ですからね。行動上だから、指摘領域に入ってるわけでもないので、遺留ですよね。遺留物ですよね。えー、すなわち、指摘領域内における回収措置じゃないから、これ、だから参考判例3とは違う。 ね、参考判例3は指摘領域内に侵入したというね、そういう事案だったけど、そういう評価する余地はないし、また、え錯誤に基づいて警察に専用を委ねたという事情もないわけで、これが参考判例4と違うよね。だから本問では遺留物該当性を否定することは困難なので、 で、だとするとですね、え遺、ー、留物に該当するとなるのであれば、その時点でこれ強制処分ではないわけです。占有取得については、少なくとも。誰の占有も侵害してませんと。誰の権利も侵害してませんっていうことになるわけですね。占有取得に関してはね。えぇ、ー、従って、えー、ここで強制処分該当性を大展開するっていうことにはならないよと。いいですかちょっとこの参考判例4が、まあ、 結構皆さんもよく勉強してる判例だと思うので、ここに引っ張られた受験生結構いたのかなという気がしますね。まあ、ちなみに、えっ、ー、と、アスタリスク次のね、28ページの下のところ、この DNA サンプル唾液の取得措置なんですけれども、この参考判例4がですね、DNA を含む唾液を警察官らによってむやみに採取されない利益と。 個人識別情報である DNA 型を無闇に捜査機関によって認識されない利益というのは強制処分を要求して保護すべき重要な利益だというふうに指摘してますね。でこれで強制処分該当性を肯定しています。仮に本問でもこのね、第一基準のこの強制処分該当性の検討で、 この利益の重要性を問題とするということを仮に出題趣旨とするのであれば、問題文の記載もさっきみたいに領地の適法性じゃなくてね、例えば DNA を採取した一連の措置の適法性とか、ま、こういう記載にして、領地であることを前提としない問いう方にする方が適切だっただろうと思われます。 本問では領地該当性を肯定するので、だとすると、まあこの利益の重要性については次の比例原則ですね。え、領地の必要性相当性の相当性のところで検討することになる。そっちの位置づけになるんだろうと思います。ただまあこれ、さっきも言ったように、厳密にはこういうプライバシーの侵害って占有取得によって生じるわけじゃないからねと。先ほど言った通りで、これも結局 DNA 鑑定したことによって生じる不利益でしょ。 dna 鑑定という、このね、え、領地に伴って行われた必要な処分によって生じたプライバシー侵害。必要な処分による権利侵害の問題だから、本門は、 そこの部分にアンダーラインが引いてないからさ、そこまで検討するのかっていうのが半然としない。これだからちょっと問題の出し方が悪いんですよ、端的に言って。そこまで検討させたいんだったら、ちゃんとそれがわかるような、ね、趣旨が明確な出題の仕方にしてほしかったなというふうには思います。まあ一応そこまで含めて検討しますけどね。じゃあ必要性相当性見てみましょう。ちょっとね、出題の出し方が、 あの、不十分なことによって受験生が迷ってしまうっていうのは悩んでしまうっていうのはよろしくないのでねえ。趣旨は明確にしてほしいんですけど、次の説問にも実は一部そういうところがあってですね。まあ、後ほど言及するけど。はい。なので、必要性相当性ミット、あれど,どこどこ <laughs> あれあの ?29 ページ。はい。29ページ見ていきましょう。えまず、括弧1で必要性見ましょう。え上記操作丸1によっても犯人の特定につながる証拠が得られなかったところ ええー、とはいえですね、犯人の逃走経路と考えられる場所の捜索により、ゴルフクラブと黒のマスクが発見された。同マスクの内側に付着した血液は、同マスクの発見状況や、その本件の犯行状況などからすると、犯人の血液である可能性が極めて高いと認められた。もっとも同血液の DNA 型は、警察が把握していた DNA 型のデータベースには登録されていなかった。 ということから、孔と犯人の同一性を判断するには、孔の DNA 型を特定するための証拠を入手する必要があったと。ここですよね。なんで DNA を取ろうとしたんだと。一方で、行動確認の結果、孔型に複数人が出入りしていることが判明しており、捜査丸1と同様の方法で、ゴミの中から孔の DNA を特定する資料を入手することは難しかったと。いいよね。 えー、同じようにゴミをあさって、ゴミの中からなんか持ってくるっていうことは難しかった。あの、別、別人の可能性があるからね。それをやっちゃうと別人の権利侵害が生じてしまうという可能性があったと。したがって、もう、あ、こうの DNA サンプルを採取するためにはね、ね、えー、そこに書いてあるように、ボランティアが、あ、あ、あ、市内の公園で開催している炊き出しにおいて、食事の提供を受けたこうが登記した。 え、吐き出し、え、炊き出し用の使い捨て容器を回収すると。え、こういう手段を取ることの、この手段の合理性もあったと。おいうふうに認定しておきます。で、括弧に相当性ですね。他方で、え、P が操作まりに実施したのは、項の唾液に含まれる DNA を入手し、鑑定することによって、え、項の DNA 型を明らかにし、え、これを、 上記、蒸気黒のマスクの内側に付着していた血液の DNA 型と比較することにより、こうが本件の犯人であるかどうかを見極める決定的な証拠を入手するためであったところ、捜査目的がこのような個人識別のための DNA の採取にある場合、DNA を含む唾液を捜査機関によってむやみに採取されない利益。個人情報である DNA 型をむやみに捜査機関によって認識されない利益。 はい。ここが、だから先ほどね、参考判例4が、強制処分該当性の判断において認定した利益です。え本文では、領地該当性は明らかなので、この利益については、この必要性相当性のところで検討します。えー、もっともお、確かにだから重要な利益侵害になっちゃうんだけれども、このね、 えー、鑑定、えー、DNA 鑑定をすることによってね、こういうプライバシーが侵害されることにはなるんだけれども、最も上述の通り、こうはあ、唾液の付着した本件容器を不特定多数のものが往来する行動上に投棄している。そのような場所に事故の意思により自ら占有を放棄したものである以上を、まあ、結局、ここの事情が聞いてきますよね。やっぱり、どんだけプライバシーだとか、ね、えー、 あるいはその、むやみやたらに、他の人に見られない、確認されない、調べられない利益だ、期待だ、とかっていうことを言ってみても、捨てちゃってるとかね、戦友を誰かに移転させちゃってるとかね、まあそういう事情がある以上は、まあすなわち領地である以上はなんですけどね、えー、上記利益に対する要保護性は一定程度低下してると言わざるを得ないんですね。また、えー、上述の通り、P は、あ、そうですね、あとこの、 疑問的手段を用いてますから、そこの相当性は言及すべきですね。えー、P はボランティアの一員として炊き出しに参加して、えー、容器の裏側にマークをつけて公に手渡していると。まあ、い、い、わゆる、ま、一種の騙し打ち的な手段を使っちゃってますよね。 ただこれもです、ね、炊き出しの参加者が多く、甲が使用した容器だけを選別することが困難であった状況があることからすると皇の唾液が付着した容器を確実に特定し無関係の第三者に対するプライバシー侵害が生じることを防止するためにはこのような手段、疑問的手段を講じることもやむを得ない措置であったと言えるでしょう。 はい。以上の事情からすると、捜査丸2の領地は、本件の捜査に必要な範囲において、かつ相当な方法によって行われたものと認められる。従って適法という結論にしておきました。はい。えー、ちょっとだから、出題の仕方との関係で一部悩ましいところがありましたが、まあ、問1はこれぐらいでいいでしょう。次、質問に行きましょう。 はい。まず伝文、えー、まず説問には伝文証拠の意義から行きましょう。伝文法則についての基本知識の確認からです。えー、30ページ下のアスタリスク見てください。えー、伝文証拠の意義について、出題趣旨によると、えー、例えば、W が近く記憶してノートに記載した事実の真実性を前提とするから、これが伝文証拠である。これ平成 20,、えー、平成20年、出題趣旨。えー、オツによる説明部分については、 まさに、オツが知覚記憶し説明した会話の内容たる事実が幼少事実となる。から、伝聞証拠に該当する。これ、平成22年、出題趣旨。同メールは、B が知覚記憶し表現した内容たる事実が幼少事実となる。から、伝聞証拠に該当する。平成23年、出題趣旨と、まあ、列挙しておきましたが、過去の出題趣旨の記載。あるいは、判例においても参考判例5ですね。 表意者の知覚記憶の心理的過程を経た過去の体験的事実の場合と、そのような知覚記憶の過程を伴わない表現叙術のみが問題となるところの表意者の表現時における精神状態に関する供述の場合とがあって、後者の場合は伝聞法則の適用がない。参考判例6。 伝聞法則とは、その供述内容の真実性の証明のように供する場合、すなわち、現供述者の直接に知覚した事実が要証事実である場合のみ、これを証拠として使用することができないことを意味する。えー、記載されたあ供述内容の真実性の証拠に強制られるものではなく、その内容の審議と一応無関係に供述がなされたこと自体が要証事実となる場合は適用がない。 はい、えー。すなわち31ページの冒頭のとこですけど、えー、これらの判例及、まあ、び出題趣旨、ねえー、からするとね、えー、伝聞証拠該当性については、争点及び証拠構造を分析、把握した上で、えー、ここですね、要証事実を現況術者の直接体験した事実、知覚記憶し表現した内容とする場合であるか否か、要証事実を えー、現況術者が直接体験した事実を要証事実とする場合なのかどうかの判断が重要な判断視点、まあ、これ一般に現況術の内容の真実性を立証する場合というふうに説明されますけどね。はい、ということでまずだから伝聞法則についての基本の確認からいきますよ。 すなわち、事実 A を証明するために、項の認識をどうやって証拠化するかっていう問題です。で、原則は、項が法廷で供述する。これが、後半記述における供述というものですね。320条1項の、後半記述における供述。項が後半定で、事実は A ですというふうに供述すること。はい。後半定で供述すれば、あ先生。 そして裁判官による態度の観察、反対尋問によって、この近く記憶表現に介入する恐れのある誤りの有無をチェックすることができるからです。でそれに対して伝文証拠というのは、えーと、2つパターンがあるわけですね、条文上。このチェックできない、こ、えー、の近く記憶表現の誤りの有無をチェック、担保できない証拠。 の類型として2つ条文上あります。320条1項前段は、供述代用書面ですね。後半期日における供述に変えて書面を証拠とする場合。えー、だからこの項の供述が書面で出てくる場合です。書面に対しては反対尋問できません。先誓させることもできません。ね。えー、時の態度観察できません。えー、チェック担保できない。えー、誤りの有無をチェックできないからだ。から、あ原則排除される。 はい。書面で出てくる場合が一つ目。二つ目が、他のものの供述で出てくる場合ですね。だこうの話を聞いたオツさんが、公判定で証言する。これが二つ目ですね。公判記述外における他のものの供述を内容とする供述。うさんの話が、孔、えー、判定で証言しているオツさんの供述によって現れてくる場合と。でこれはもオツさんにいくら聞いても、うの知覚記憶表現に誤りの、 ね。項の近く記憶表現の過程に混入した誤りはチェックできませんから。項を読んでこない限りはチェックできませんから。はい。これも伝文です。まあ、これ伝文教術と。いいかな。まあ、試験で出るのは圧倒的に書面ですね。教術代用書面の方です。まあ、本文もそうですけどね。まあ、たまにこの、えー、伝文教術もたまに出ますけれども、圧倒的にこの伝、えー、教術代用書面の方が試験では出題頻度は高い、ね。 はい。だからまとめるとこういうことですね。要証事実を直接体験した者の、後半記述外における供述。まあ、これ現供述と言いますけど、を内容とする供述証拠。え、これは書面で出てくる場合と、他の人の証言で出てくる場合があります。え、そして、現供述者が直接体験した事実を証明しようとする場合と。この例で言うと、ね、現供述者である公が、 直接体験した、こが近く記憶表現した事実 A を要証事実とする場合っていう意味ですね。現教術者が直接体験した事実の証明のように供する証拠。事実 A を直接体験した項の後半記述外の供述から事実 A を立証しようとする場合、これが伝聞に当たる場合だよ。 二つパターンがあるということだけどね。書面で出てくる場合が、公の教術を内容とする書面で出てくる場合が、教術代用書面で、前段。公の教術を、ね、知覚した、おつの証言として出てくる場合が、伝文教術。これが公段。試験で出題されるのは圧倒的に前段。はい、ここまでがまず伝文法則の基本ですので、定義、30ページ、見ておいてください。 伝聞法則の趣旨は、供述証拠が、知覚、記憶、表現の過程を経て、証拠化されるものであるところ、知覚、記憶には誤りが介在する恐れがあり、表現には正確性、真摯性を欠く場合があるにもかかわらず、後半期日外における供述は、丸一、先制と偽証罪の制裁による威嚇。刑法169条ですね。 丸二、裁判官の面前における教述直接主義ですね。三百十五条三章。丸三、反対尋問。百五十七条三項。規則百九十九条の四。憲法三十七条二項。はい、こういう条文がですね、細かく指摘できると相当印象いいよ。伝文法則の趣旨を説明するときに。 はい。まあ、その一つポイントですね。はい。これらの各方法により、その誤りの有無や正確性、真摯性を吟味担保し得ないと。これ、こが、こ判定で話してくんないと、この三つの方法により、チェックできないじゃないですか、と。ここに趣旨があるわけでしょはい。だから、チェックできない証拠は、原則として、えー、証拠能力を否定することにより、誤判の防止を図る点にあります。この趣旨からすると、伝聞証拠とは、 要証事実、すなわち証拠により証明すべき事実、296条本文参照、はい。これを直接体験したものの後半記述外における供述、現供述を内容とする供述証拠であって、 ま、これには書面の場合と他のものの供述である場合、2パターンありましたけどね。えー、そういう供述証拠であって、その現供述の内容、すなわち現供述者が直接体験した事実の証明のように強制される証拠を言うと。はい、これが原文証拠の定義になります。ここまでいいですかね。まあ、基本です。じゃあ、その上で。え三、ー、31ページ。実況見聞調書について、 えー、さらに実況見聞調書についての基本も確認しておきましょう、えー。アスタリスク。31ページのアスタリスク。実況見聞調書は、見聞を実施した捜査官の供述書、供述代用書面ですね。要証事実は当然、供述者である見聞実施者の近く記憶表現した事実。すなわち、見聞結果です、えー。実況見聞をした捜査官が見た内容、聞いた内容ですね。 これを要所事実とするわけですから。当然に伝文法則が適用されますよと。で、問題はいかなる伝文例外規定によるべきかという問題。で、実況見分は五感の作用により人の身体、物、場所の存在、内容、形状、性質等を観察して認識する処分を任意処分として行う場合を言います。これと全く同じ性質の処分を強制処分として令状を取って行うのが検証ですね。 そうすると、両者の違いは、強制か認可の点のみで、処分の内容には違いはない。だとすると、実況見分調書も、検証の結果を記載した書面、321条3項。はい。はい、この3項が、このね、伝聞例外の原則規定である、321条1項3項よりも、緩やかな要件で証拠能力を認める趣旨が妥当すると、実況見分調書にも。 えー、参考判例7ですね。えー、この参考の書面は実況見分聴書も包含するっていうふうに認定してますね。平成25年の出題趣旨そこに挙げときましたけど、えー、まず実況見分聴書全体について検証聴書に準じる書面として321条第3項が規定する要件を満たせば、あ伝聞法則の例外として証拠能力が認められると。まあこういうふうに説明されてます。まずはここを述べることが前提ですね。 したがって、えーと、31ページの、まず実況見分調書についてというところを見てください。えー、実況見分調書は、捜査機関におけるうあ、捜査機関による実況見分の結果を要所事実とするものだから、伝聞証拠、供述代用書面に当たると、えー。当然、見分実施者の体験事実が要所事実になります。ここの伝聞性はもう前提だからね。 他方、実況見分は、捜査官が互換の作用によって、事物の存在状態を観察して認識する処分、えー、認識する作用である、検証を任意処分として行う場合であると。そもそも321条3項が、検証の結果を記載した書面について、作成者が後半期日において、申請に作成されたものであることを供述したときに、伝文例外として証拠能力を肯定する趣旨は、 検証の結果がその事柄の性質上、検証実施者の記憶に基づく供述よりも、検証当時にその結果を記載した書面による方が、知覚記憶表現の各過程に誤りが介在する可能性が低く、その正確性を担保し得ると認められる点にあると。まあ、要はそういうことですね。えー、なんでこんな緩い要件で伝聞例外の、えー、証拠能力を認めるのかと。 それは、このね、検証とか実況見分というのは、性質上、ねえー、細かい内容を口頭によって報告させる、口頭説明で表現えー、口頭説明で報告させるよりも、えー、データだとか、数字だとかで、えー、書面によって報告させる方が、正確性を生きせると、えー。書面による報告により馴染むと。その方が適切であるということですね。この点に特徴があると。で、この特徴は、検証であっても、実況見分であっても同じじゃないですか。 はい。例えばな、あの、交通事故の現場で、現場検証って言ってね、まあ通常は実況見分ですけれども、交通事故の現場で、例えばそのね、あそこからあそこまでの距離が何メートルとか、ね、ここの道の形状はこうなっていて、信号はここから何メートル先にあってとか、そういったのを全部口頭で説明しようとしたらめっちゃ大変だし、聞いてる方もよくわかんないですよね。そういう、あの、現場の状況とかを全部口頭で,口頭で説明されても。 それが実況見聞調書として、例えば図面になっていると。数字で書いてあると。こういう書面で報告された方が圧倒的にわかりやすいし、そちらの方が適切だから、だからこういうね、緩やかな要件で伝文例外を認めているということです。はい。従ってこの趣旨は検証調書と類似した性質を持つ書面にも同様に妥当するから、実況見聞調書も同行の書面に含まれる、包含されるというのが判例の理解です。 はい。で、以上、ここまでは、基本。こっから先が問題ですね、本問はね。えまず、実況見分調書、丸2について見ていきましょう。こっからが、格論的な検討に入ります。ちなみに、本問は、この原則に照らして、例外的な場合を、なのが、丸2なんですね。えっと、結論から言っちゃうと、この例外的な場合が、丸2で、丸1、 実況見調書1はさらにその例外の例外という位置づけですだからこれ解説の便宜上ちょっと2の方から解説します で、丸に見ていくと、えー、実況見分調書丸には、検察官 R が被害者である V を立ち会い人として、えー、H 地方検察庁において実施した被害状況の再現実況見分の結果を記載したものですから、検証の結果を記載した書面に包含されると。で従って321条3項により、作成者 R が、あー公判定で、申請に作成されたものであることを供述すれば、伝聞例外として証拠能力が付与される。 ところが32ページ、最もっとも、実況見分調書丸2には、実況見分の際に、立ち会い人 V が被害状況を説明した内容が記載されていると。つまり、作成者以外の人の、供述内容が出てきちゃってますよね。V。え、これ以下 V の説明部分と言います。また、V による、被害再現状況を撮影した写真が1枚添付されていると。はい。この撮影、V の、 お説明部分及び写真。はい、ここから立ち会い人 V が直接体験した事実。V が近く記憶し表現した内容を立証する場合であれば、これは V を現教術者とする伝聞証拠に該当するため、実況見聞調書と一体のものとして証拠能力を付与することはできなくなります。そこで、 以下、部位の説明部分、写真の証拠能力を検討すると。はい。さらなる検討が必要になるんですね。いいですね。この説明部分と写真については、この性質が問題なんです。実況見聞調書と一体と言えるのか、それとも独立した教術録手書と扱わなきゃいけないのか。ここが問題の所在です。そして、えー、アスタリスク見てください。32ページ。この立ち会い人の指示説明については、 実況見分の際に捜査機関が被疑者や被害者、目撃者に立ち会いを求め、これらのものに指示説明をさせて、それを調書に記載するということが多い。この記載には通常立ち会い人に内容を確認させて署名応印を求めるという手続きは行わないと。だから立ち会い人の署名応印がないですよね。 しかしながら、立ち会人に説明を求めることは、実質的には、供述を得る操作、すなわち取り調べの性質を帯びてしまう可能性がある。取り調べの結果得られた供述を録取した書面であれば、これ、供述録取書ですから、当然、伝聞例外の要件として、供述者の署名応印が要件になってきます。そこで、指示説明部分の取り扱いをどうするかについては、丸一。 あくまで実況見聞聴書の一部と扱われ、321条参考により一体的に証拠能力を獲得するのか、それとも丸に、もはや実況見聞聴書と一体のものとは扱えず、当該供述部分について別途伝文法則の適用が問題となるのか、これを区別する必要があると。で、参考判例8位ですね。立ち会い人の指示説明を求めるのは、要するに実況見聞の手段の一つであると。 ここも含めて実況見分の結果を記載するに他ならない。したがって、えー、署名書応印を必要としない。実況見分調書と一体として参考の書面として最小と。これ参考判例8です。すなわち、ね、えー、ある場所の、例えば現場検証で、ある場所の、検証結果が書面にね、実況見分調書に記載されていたと。で、そのある場所の、 え、検証結果、実況見分の結果を見た裁判官としては、えー、それだけだと意味不明なんですよね。はてなってなるんですね。なんでここを調べたのと。なんでこことここの距離をあなたは測ったんですかと。ここのこ、こ,こことここの距離は一体何の距離なんですかと。どうしてここをね、えー、測定したんですかと。それだけ見ても、はてなになるわけです。で、そこを説明するのが、この立ち会い人の説明なんですね。 すなわち、立ち会人がここっていうふうに指示したからこの長さ測ったんですとかね。立ち会人があそこって言ったからあそこに行ってそこの形状を調べたんですと。すなわち、どうしてその見分をしたのかっていうのを、実況見分の動機だとかね、あるいは手段、これを明らかにしている部分なんだと。 この場合の立ち会い人の指示説明の役割は、なんでその見分をしたのか、なんでそういう見分をしてきたのかというね、動機や経緯を説明することで、その実況見分の意味を明らかにしているという点で、そのような指示説明については、それも含めて見分結果。すなわち、見分実施者である捜査官の体験事実と言えると。いいよね。立ち会人がそこを指示しましたという事実は、見分を実施している捜査官が、 体験した事実だよね。彼はそこを指さしたんですってのは私が体験した事実じゃないですか。だからそこを調べたんですと。これはあくまでも捜査官が、見聞を実施した警察官が、近く、記憶、表現した内容になるわけです。だから、実況見聞調書と一体として扱えると。はい。実況見聞調書と一体的に321以上3項の要件を具備することにより、証拠能力を付与することができる。 まあこういう指示説明を現場指示と言いますけどね、えー、平成25年の採点実感で W の説明部分も司法警察員 P が実況見分の対象を特定するに至った動機手段を明らかにするものでありその内容の真実性を目的,するものの目的とするものではないという指摘がされてますいいよね、えー、なんでそんな見分やったのってことを説明してるだけです はい。このように、指示説明について、このね、さっきの丸1と丸2を区別する視点は、実況見分の意味を明らかにするための説明かどうか。これが区別の視点です。で、結論から先に言うと、ね、この観点から検討した場合、この実況見分の意味を明らかにする説明なのかどうかという観点から検討した場合、ね、その、この限度にとどまらない例外に当たるのが実況見分調書丸2です。本文で言うと。 はい。そこで、この写真、えー、と説明部分と写真部分を分けて検討していきます。32ページの、まず説明部部位の説明部分からいきましょう。まず、伝文該当性ですけれども、えー、説明部分の伝文該当性。はい。えっ、ー、と、33ページのアスタリスク、ここ見てください。 え、今言った、その指示説明が現場指示にとどまってるんだったら、実況見聞調書と一体だと。しかし、それにとどまらないと。その範囲を超えてしまう。という場合が、これですよと。それが33ページのアスタリスクです。被疑者被害者による犯行再現の結果を記載した、再現実況見聞調書ですね。え、検察官がこれを証拠調べ請求する際に、犯行再現状況とか、 被害再現状況と、こういう立証書旨を掲げることがあります。で、この場合、検察官としてはですよ、あくまでこの書面によって立証しようとしているのは、被疑者、被害者に再現してもらったら、ね、こんな犯行被害の対応だったというね、あくまでその再現結果を立証しようとしているので、これは見聞実施者の体験事実だよと。見聞に立ち会った警察官が直接体験した、ね、その見聞結果。 再現してもらったら、こういう風に再現されました。って、これを立証しようとしてるから、これはあくまでも、見聞実施者である捜査官の体験事実。え、だから321条3項で、一体的に証拠能力が認められるんだと。現場指示と同じなんだと。はい。こういう理解を前提として、こういう立証趣旨を掲げているわけですよね。しかしながら、よくよく考えてみると、 再現状況の立証っていうのは通常それ自体では特段立証上意味を持つとは言えません。とりわけ犯人性や罪体が争われている事件では犯行被害再現状況の立証が意味を持つためには再現された通りの犯罪事実の存在が前提とならなければならないと。これ言ってることわかりますかね あの、再現したら犯行はこういう対応でしたよと。再現結果はこうでしたよ。っていう立証は、ね、そのような対応で犯行がありましたと。そういう対応の犯行が存在しました。ということの立証を前提としないと意味がないでしょう。したがって、えー、再現者の説明、まあ、これ再現供述と言っておきますけど、この再現供述を含む、 再現実況見分調書は、再現された通りの犯罪事実の存在を前提とするものである以上、実質的には、再現者の体験事実を立証するために用いられるもの。見分実施者じゃないよね。そういう対応の犯罪が存在したことは、見分実施者は体験してないです。ね、捜査官は犯行の目撃者じゃないからね。捜査官が見てるのはあくまで目の前で再現しているのを見てるだけで。 そういう犯行が、そういう対応の犯行が実際に存在したんだっていうことを直接体験しているのは、再現者ですよね。再現者の体験事実を立証するために用いられていると。そうであれば、再現供述が記載された部分については、再現者の供述録種書として扱わなければいけない。再現者の体験事実を、再現者の供述録種書から証明しようとする場合と。 従って、再現者が被告人である場合は、322条1項の要件。被告人以外のものであれば、321条1項各号の要件を別途具備しなければ、証拠能力を獲得しないと。とそして、通常は再現者の署名応印がないので、証拠能力は認められない。という結論になりますね。このような対応で犯行があったこと。このような対応で犯行したという事実は、さっきも言ったけど、見聞実施者である捜査官は直接見たわけじゃない。 目撃者なわけではないからそうするとそれは捜査官の体験事実ではないと警察官は犯行を目撃したわけではないと再現者の体験事実を立証しようとしているものである以上それは再現者を供述者とする供述・録手書に他ならないとそういうことですそういう理屈です いいかなさん、えー、じゃ参考判例9ですね。再現された通りの犯罪事実の存在が要所事実になると、ねえー。参考判例10も同じこと言ってますね。はい、えー。だから参考判例9とか10の趣旨がこのことをまさに指摘しています。えー、平成25年出題趣旨もこれを指摘してますね。 えー、別紙1では、そう、司法警察員 P が作成した実況見分調書としての性質に加え、W の供述を録取した書面としての性質も有していると。えー、論述にあたっては別紙1で立証しようとしている事項が犯行状況そのものであるから、W の供述内容の真実性が問題となっている。いいよね。再現者の体験事実を立証するために用いる証拠になっているということですね。 はい、こういう説明がなされています。とするとですね、えー、と本文のじゃあ、指示、説明部分はどうかということで、32ページに戻りますけど、えー、本文はどうでしょうか、えー、ここでだから、要所事実の分析ですね、えー、声の弁護人は犯人性を争うと主張して、実況見分調書二を不同意としています。 本件公判において検察官は、公の犯人性及び在宅を全て証拠により立証していく必要があります。そこで検察官 T は、被害再現状況を立証趣旨として証拠調べ請求しています。しかるところ、実況見分調書0二には、被害者である部位のこのようにして犯人は右手に持っていたゴルフクラブで私の左側頭部を殴りました。 との説明が記載されていると。これさっき左側頭部って私読んだかな。左側頭部ですね。左,左側頭部を殴りました。との記載、え説明が記載されている。これは、部位が体験した本件犯行の対応についての説明であり、検察官としては、部位の説明部分から、上記のような本件の被害状況、すなわち、 本件犯行の、えー、すなわちこれは、さえー、強盗殺人未遂の実行行為だな。強盗殺人未遂の実行行為の具体的な対応、在体を立証しようとしているものと考えられる。えもっとも、かかる被害状況は、実況見分を実施した R が直接体験した事実ではない。実況見分の結果ではない。上記の立証は、V の説明した通りの犯罪事実の存在を前提とするものである。 そうすると、V の説明部分の実質的な幼少事実は、V の説明した対応による実行行為の存在。すなわち、具体的には犯人が右手に持っていたゴルフクラブで V の左側頭部を殴った事実。これが幼少事実だよね。そしてこの幼少事実は、現況術者 V の直接体験した事実だと。再現者 V の体験事実。であるから、V の説明部分について、 V を現供述者とする伝聞証拠、供述代用証明に当たるよと。よろしいでしょうかここの理屈。こういう分析ですね。本文の要証事実は、検察官の掲げた立証趣旨は再現状況になっていくけど、再現状況はそれ自体立証しても意味ないと。再現したらこう再現されましたっていうことは、それ自体には意味がない。そういう犯行があったんだということを前提として初めて意味を持つ。 ということになりますよね。その犯行が実際に行われたということを前提として、あ、じゃあその犯行って具体的にはどういう犯行だったのと、まあ、それを視覚的に伝わりやすく、わ、ね、かりやすくする証拠として意味を持つわけです。犯行再現というのは。だから、 再現状況というふうに立証趣旨を掲げてるけど、実際には真の立証趣旨は、実質的な立証趣旨は、その通りの犯行の存在、そのよう再現された通りの対応で犯行が行われた事実。すなわち犯人の犯行対応、在体立証そのものなんですね。はい、これを証明する。したがって、要所事実は、犯人が右手に持っていたゴルフクラブで、え部位の左側頭部を殴った事実。まさにこれが要所事実になると。と はい。これを知覚記憶表現した V が再現したわけですね。被害状況を再現し。この再現を知覚記憶表現した R が実況見分調書を作っていると。こういう過程、伝文過程になっているわけですね。もちろんこれ R の名前は、えー、と署名と応印はあるんでしょうけど、V の署名応印はないよと。こういう状況ですね。 でこの R が近く記憶表現したここの部分についてはこの近く記憶表現についてはさっき見た321条3項ですよねこの実況見聞調書全体が321条3項の伝文例外要件を獲得することによって払拭されてますけど要証事実は今立証しようとしている要証事実は V の。 知覚記憶表現した内容になっているわけですから、ここが担保されてないわけですよね。問題はここなんですよね。この過程なんですよね。はい。だから、ここを担保するために、ここについて伝聞例外要件を、えー、具備しなきゃいけないでしょう、ということです、えー。V は被害者ですよね。えー、で検察官の面前で、えー、再現してますから、 三百二十一条一項二号ですね。はい、これ言葉で表現するとこういうことです。検察官、検察官 R 作成の書面、え三百二十一条三項の書面の中における再現者 V の後半外供述から V が直接体験した事実。 再現された通りの対応による犯行の存在。これを立証しようとしている。要証事実はあくまで部位の体験事実だよ。ここがポイントですね。従って部位の説明部分、そして写真は伝文に該当する。その性質としては部位の供述6手書です。まさしく。従って、ねえー、伝文例外要件としては321条1項2号、えー、再現者の署名応印が必要になるようということですね。 ここまでいいですかえ、だから結論34ページ。え、部位の説明部分は実質的な被告人以外のものである部位の供述を録取した書面であるが、供述者である部位の署名応印がないから証拠能力は否定されると。これが結論ですね。 で次、写真ですけれども、写真については、えー、35ページのアスタリスク見ておきましょう。35ページの冒頭アスタリスクで、再現写真は人の動作を視覚的に記録保存しておくものであると。これは実質的には供述の録種と同じ機能を果たしている。すなわち、取り調べにおいては、供述者が言葉で説明し、その言葉を捜査官が録種して、 共述録種書を作成するところ、これと同様に再現実験、再現実況見分においては、再現者が動作で説明し、その動作を操作官が撮影して、再現写真を作成すると。このように、共述の録種と再現写真の撮影、これ比較してみると、両者の操作活動としての性質、そして証拠としての機能は実質的には同じ。その違いは記録形態ですね。言葉を録種するか。 ね、え、動作を撮影するかと。この6種の形態の点に過ぎないと。え、がって、再現写真は動作で再現された内容、すなわち再現者が直接体験した事実を立証するために用いるのでは、まあ、本文で言うと同じだよね。部位がそういう被害にあったという事実を、部位の体験事実を、ね、その写真によって立証しようとするのであれば、やっぱりこれは部位の供述6種書と同じなんだと。 いうことだよね。実質的に供述録書と同視されるべきで、再現供述と同様に、再現者が被告人であれば322条1項の1項の要件。被告人以外のものであれば321条1項覚悟要件を別途具備する必要があるよと。いいですね。写真の性質っていうのは単に、例えば現場の写真とか撮って、その現場の写真を提出して現場の状況はこうでしたっていうのを立証するために用いるんだったら、それは証拠物と同じですよ。 それは現場を全部裁判所に持ってくることができないから、その代わりに写真撮って持ってきてるだけで、それは証拠物と同じ。非供述証拠です。これに対して今回のこの再現写真みたいに、その再現者の体験事実、知覚記憶表現した事実を立証するために写真を用いて立証しようとするのであれば、これは供述録種書と同じなんだと。ただ、供述録種書と写真で違う点が1点ありますよと。それが最もっともうのとこだな。 違う点は、すなわち、六種の正確性です。取調室で取調官が人の供述を聞いて、六種しているのと、動作を写真でパチって撮ったのでは、六種の正確性の点で違っていると。そこが重要ですね。もっとも、供述六種書の場合、取調官が供述者の供述を六種、近く記憶して、長所を作成する、表現する。ここにもう一個伝聞過程が生じちゃうんだよね。六種の伝聞過程。はい。で、その過程において誤りが混入する危険があると。 だこの6種の伝聞過程を払拭するために要求されている要件がまさしく、署名応印。ということですよね。でそれに対して、写真の場合は、6種に相当する過程はすべて機械的操作、ね。写真の撮影ですから、機械的操作によって行われているため、6種が、ね、機械的になされており、その正確性が担保されている。従って、供述者の署名応印は不要である。と解されている。えー、参考判例9。 同種を述べてますね写真については撮影現像の記録の過程が機械的操作によって行われているから再現者の署名押印は不要と返されるでしたがって、ね、ここがポイントですね写真については署名押印はいらないだから署名押印を除く321条1項2号要件を検討する必要があると。 だからここまでフォローしなきゃいけないんですね。写真について。そうすると、じゃあ写真部分についてはこの伝聞例外要件を検討していく必要が出るので35ページ続きですけどあ、ごめんなさい写真についてだから34ページか、えー、だから写真についてをまずう論じておきますが再現写真は人の再現動作をや発言を供述として撮影したものだと。 供述録書が供述を書面に記録するものであるのに対し、再現写真は供述を記録媒体に記録するものであって、両者の違いは記録形態の点に過ぎない。したがって再現写真は再現された供述の内容、すなわち、再現者が直接体験した事実を立証するために用いる場合、供述証拠として伝聞法則の適用を受ける。この場合、再現者が被告人以外のものであれば、321条1項覚号所定の伝聞例外の要件を具備しない限り、 証拠能力を獲得しないと。えもっとも、伝文例外規定が、供述6種書について、え供者の署名応印を要求する趣旨は、もっぱら、あその供述6種の正確性を担保する点にあると。そうだとすれば、供述を撮影した記録媒体については、撮影という記録の過程が全て機械的操作によって行われており、6種の正確性が担保されていることから、再現者の署名応印は不要。はい。 でえ、本文ですけど、実況見分著書丸に添付された写真は、再現者 V の説明に基づき、V 及び検察事務官 S が犯行対応を再現した状況ですね。犯人役の S が右手のゴルフクラブのグリップを握り、V の左側頭部をめがけて振り下ろしている場面、これを撮影しています。この写真は、V の説明部分の記載内容と相まって、本件の被害状況、すなわち、 犯行対応ですね。在体を立証するために用いられているんだから、再現内容を説明した部位の直接体験した事実の証明のように供されるものであるから、伝聞証拠、供述代用書面に当たると。はい。で、35ページ。伝聞例外要件の検討ですけれども、今見たように、写真は被告人以外のものである部位。 の、検察官の面前における供述これちょっと気をつけてね、今回検察官の前で再現やってますよね。えー、ちょっと引っかからないようにね。だ2号です。えー、上述の通り、写真については動作を撮影する過程が機械的操作だから、6種の点の正確性は担保されているので、署名応印は不要と。でそこで署名応印を除く321条1項2号要件を検討すると。 これね、3号要件であればもうその時点でほぼほぼ証拠能力を獲得することは不可能というのが実務上の感覚ですね。でしかし本案はあえて検察官の目前で再編させて2号にしてるんだと思います。あの、特進性を検討させるようとするとね、その分問題文の事情をまた長くしなきゃいけなくて、ねえー、問題文の事情を増やさなきゃいけないので、その特進性の検討を除外する趣旨で、まあ、わざわざ2号にあえてしたんだと思います。 ただこれ実際には、あの、検察官が再現実況見分を行うってことはまずないよ、実務では。通常はこれは警察に行わせる捜査ですよ。警察の方に指示して行わせると。えー、だから、基本は3号になります。実際にはね。えー、ただ今回は、まあ、この特進性の問題を多分、あの、除外する趣旨で2号にしたんでしょう。おそらく。はい。ということで、伝聞例外要件の認定は簡単ですね。死亡してます、部位は。 だから、供述不能です。だから、前段で持ってけますね。ちなみに、特進性は、あの、この2号の特進性は相対的特進性だから、後段を前提としてますね。一応、これ書いときますよ。だから、35ページの、えー、特進性の要否というところですけど、えー、道後正し書きは、前の供述を信用すべき特別の状況と規定してますから、これ相対的,的特進状況。その適用は、道後後段。 前の教述と相反するかもしくは実質的に異なった教述の存在を前提としていることが明らかですよね。前の教述って書いてあるんだから、教述が2つあると。前の教述と後ろの教述がある、後の教述がある。このシチュエーションを前提としていることが明らかですよね。したがって、前段の場合には適用されません。教述不能の場合には、あ正し書きの要件は不要ですと。と まあこれ、条文上明らかなんだけど、一応必要説があるから、一応言及はしておきますけどね。はい。ということで結論。36ページ。以上より、実況見分調書丸二は、321条3項の要件を具備すれば、部位の説明部分を除く、そのような部分の証拠能力が認められると。こういうふうにしておきました。説明部分は証拠能力があ否定されます。そこだけ黒塗りになってマスキングされて出てくると。これが実際の扱いです。 はい。で、最後、実況見分調書丸1行きましょう。で、これがね、悩ましいですよね。丸1がさらに。えっ、ー、と、同じように検討していきます。えー、実況見分調書丸1は、司法警察員9が、愛警察ここ、こっちは警察ですね。警察で再現してますね。 司法警察員 Q が愛警察署において被告人公によるピッキング用具を使用した会場の状況について検分した結果。したがって検証の結果を記載した書面に包含されて、まずはだから321条3項により、作成、作成者である Q が公判定で申請に作成されたものであることを供述すれば伝聞例外として証拠能力が付与される。る、まあ、ここまで一緒ですね。え、もっとも、実況検分調書丸一には、 会場状況についての項の説明を Q が聴取した内容が記載されている。まあ、これは項の説明部分。また、項が会場している状況を連続して撮影した写真が複数枚添付されている。だから、同じように項の説明部分と写真について検討する必要があるよと。で、見ていきましょう。項の説明部分及び写真について。カッコ1、検察官の立証趣旨ですけれども、 検察官 T は、甲が V 型の施錠された玄関ドアの錠を開けることが可能であったことを立証趣旨として証拠調べ請求しています。実況見聞調書丸1には、被告人孔のこのようにピッキング用具を鍵穴に入れてこうして動かしていくと解除できますとの説明が記載されている。 これは上記写真と相まって、孔による犯行の物理的可能性を示す証拠となるものです。すなわち、t としては、孔が説明した通りの手段で、本件住居侵入の実行行為を行うことが可能であったこと、犯行の物理的可能性、これを立証しようとするものであり、あくまでこれは Q の行った検分結果を要証事実として把握している。 この幼少事実との関係では、説明部分及び写真から、再現者である公の体験事実を立証するものではないから、これらの部分は公を現況術者とする伝文証拠には当たらない、まあ、これが例外の例外の場合なんですけど、実は。えー、アスタリスクです。36ページの下のアスタリスク。再現状況の立証っていうのは、ね、基本的にそれ自体には意味がないぞと先ほど説明しました。 再現者がそのように再現した事実を、これを立証してもそれ自体は意味ないぞと。ただ、事案によっては意味がある場合があり得るよと。例えば、被告人が供述するような方法で本当に犯行が可能なのか。犯行の物理的可能性。あるいは目撃者の供述する位置関係で本当に犯行を目撃することができたのか。死人の物理的可能性。あの、こういうことが争点となっている事案です。このような場合は、 実況見分を実施して犯行状況や目撃状況を再現してもらい、再現の結果実際にその行動ができたという事実、これが確認されたのであれば、その結果の報告は争点との関係で有効な立証活動となり得ます。そしてその再現供述や再現写真をこのような立証活動に用いるのであれば、それはあくまでね、再現者がそのように再現した結果、 その結果、その行動は可能だったという事実。これが幼少事実だから、これはあくまで見聞実施者の体験事実だよね。目の前でそういう行動を取ってもらったら、その行動ができたよっていうのは、それは、見聞実施者である捜査官が直接見た事実。直接体験した事実になるからです。これはあくまで見聞実施者の捜査官の体験事実で、それが幼少事実であれば、 実況見分調書と一体的に証拠能力を獲得するということになるんだ。したがって321条3項の要件を具備することで証拠能力が付与されると。で平成25年の出題趣旨でもだからこれ指摘されてました。別紙2については W が犯行を目撃することが可能であったことという立証趣旨に対応すると。えー、このことから別紙2によって具体的にいかなる事実が要証事実となるのかを論じる必要があり、 その中で V の、今あ、ごめんなさい、W の供述部分はその真実性を立証する、立証することになるのか否か。真実性が問題とならないと考えるのであればその理由を論じる必要があるということで、この死人の物理的可能性を立証しようとしてるから、ね、これあくまでも、えー、見聞実施者である捜査官が、あ、実際に見えましたね、とね。ね、あそこからあそこ見えますね、とこれを確認したって、これを要所事実になってるだけだよ、と。そういうことを言ってるわけね。 え、平成25年の採点実感でも同様ですね。W が犯行を目撃することが可能であったことが立証主、立証だから、まあ司法警察官 P の説明部分及び写真は、犯行現場という場所の状態を五感の作用をもって明らかにしたものとして、同行が規定する検証の結果を記載した書面の典型ですと。だからこれ実況見分の結果に他にならないじゃないですか。ね、えー、そこからあそこが見えましたっていうの、まさにそれをね、え、確認するためにこの見聞やったんでしょうと。 はい。ということで、この物理的可能性を立証するためであれば、あくまでも実況見分の結果じゃないですか、という理屈です。はい。ということで、ここまでいいかな。まず、えっと、ここまで論述できていれば、合格答案にはなると思うんですよ。えっ、ー、と、ちょっとこのね、あえてノートの立証書士から下の部分だけ移しますけど、 ね、この立証趣旨が犯行の物理的可能性だとするとね、えー、ドアを分けることが可能であったと。こうが V 型の施錠されたドアを分けることが可能であったと。そうすると、幼少事実としては、実際にこのピッキング道具を用いて、ね、同種のものを用いて、犯行時に V 型に設置されてた帳と同種の帳を解錠できた。目の前でうがやったところ、実際に解錠できた事実。これが幼少事実だから、これは、 まさにこの見聞実施者である Q が知覚記憶表現した内容じゃないですかでこの知覚記憶表現はさっきも言ったけど321条3項で払拭されているよということになるんだよね、えー、司,法警察司法警察員 Q 作成の書面 321条3項の書面から作成者 Q があくまでこれは作成者 Q が直接体験した事実の立証にとどまるからさ再現された通りの対応による犯行の物理的可能性を立証してるだけだからこれは再現者項の体験事実の立証じゃないよと再現された通りの対応による犯行の存在を立証する証拠ではない実際に項がピッキングして入ったことを立証しようとしてるわけじゃなくてこのピッキング用具を使えたこと 使えたことというのは、あくまでも Q の目の前で Q、えー、こうが使えたんだから、Q の体験事実にとどまるから、これは、あ見分結果と一体的に証拠能力を獲得するよと。従って、非伝文。えー、こうの署名応は不要だよね。こういう理屈です。だこれが一通り論述できていれば、合格答案にはなると思います。が、はい、えー、と、残り時間で、 これ時間といっても,もう相当超過してますけどね。ええー、ここから先の議論。一言、二言言及しておきます。しかしながらです。しかしながら、本文の要証事実をどう、どのように把握するかについては、厳密に考えると実は非常に悩ましいです。ええー、ここから先の議論は応用的な議論として聞いといてください。ええー、ちょっと出題者がここから先の議論を想定してたか、してたかどうかはちょっと不明です。ええー、もしかすると全く意識せずに出題しちゃってるかもしれない。そういう可能性もあると思います。 ただこれ証拠構造を厳密に検討するためには問題文の事情が不足していると思われるんですね。だから。えー、だから悩ましいんだけれども。というのが次のアスタリスクなんですよ。えっ、ー、と37ページ。えー、ここから先は応用議論として聞いてください。要所事実の把握について平成21年の出題趣旨においては、えー、本問では検察官は 被告人が本件車両を海中に沈めることができたことという立証書士を設定したが、犯行再現行為が問題となった判例によれば、弁護人が考えるように、犯罪事実の存在が要証事実になると見るべき場合には、3項所定の要件を満たす必要があるだけでなく、322条1項所定の要件を満たす必要があると。 いいですよねこれ。この理屈は先ほど説明した理屈です。犯罪事実の存在が要衝事実になると見るべき場合には、再現者の供述録手書という性質を帯びるから。はい。で、その上で、本件は判例の見解が前提としていた事案とは異なり、検察官が設定した立証、設定した立証趣旨をそのまま前提とすると、およそ証拠としては無意味になるような、例外的な場合などではなく、 公が供述しているような犯行対応が現場の客観的な環境との関係で物理的に可能であるか否かがまさに問題となる事案であるとの理解が可能であると説明されています。だから本問もこれと同じように考えるのであればね、この出題趣旨が指摘する例外的な場合かどうかを検討することになるわけですけど、本件の争点及び証拠構造を分析した上で、検察官 T の掲げる立証趣旨、 えー、すなわち、うが部位型の施錠された玄関ドアの上を開けることが可能であったことと。はい。この立証がいかなる意味で必要となるのか。はい。ここを検討する必要があるわけですね。で、本門の争点は何かというと、うは、うの弁護人は犯人性を争うと主張してますからね。で、まずは、本件の主たる争点である犯人性立証との関係で、この立証が何か意味を持つのかとで。しかしながらですね、 被告人に犯行が可能であったことという事実は通常それ自体では被告人が犯人であることを推認させる間接事実としては有効に機能しません。せいぜい矛盾しない程度の推認力を有するにとどまるというふうに書いておきましたけど、だってそうでしょう。う犯行ができるからって犯行するとは限らないじゃないですか。かこの人いくら犯行できますよって立証したところで、この人が犯行したことは推認できないわけですよ。 極めて常識的な経験則だと思いますけど。だ例外的にね、えー、再現にかかる犯行手口対応が顕著な特徴。例えば被告人以外にはおよそ再現不可能な犯行手口。まあ、そういう犯罪である場合は、ね、その顕著な特徴ということ自体からね、それ自体で犯人が同一であることを合理的に推認させると、これは、えー、参考判例11位ですけどね、えー。いわゆる同種事実、類似事実による犯人性の立証と。 いうことを述べた参考判例11をそこに挙げときましたけど、こういう極めて例外的な場合だけですよ。こういう場合であればね、ねあもう犯人以外にはこの手口は絶対使えないとで。その手口をお前が再現できたと。じゃあお前が犯人だとで。そういうことが例外的に推認できる場合であれば、ともかくね。 えー、そうであれば、再現結果が犯人性を推認させる間接事実として機能すると解する余地があるけど、本問どうですか犯人が玄関ドアの特殊な錠を、特殊なピッキング用具をね、用いて解錠して侵入した後、こういう事件だよね。これは確かに特殊な錠とか特殊な用具とか書いてあるけど、この種の手口による侵入等事件自体はさ,さほど特殊なものじゃないよね。 かこれ、顕著な特徴とまでは言えないですよね。だから、孔がね、V 型の施錠された玄関ドアの錠を開けることが可能であったことを、それ自体で甲が犯人であることを推認させる間接事実と位置づけることは困難と言うべきでしょう。 え、再現結果を犯人性立証に用いる立証構造をあえて検討するのであれば、例えばこういうことを一応考えたんだけど、え、こう型からピッキング用具が発見されたという事実と合わせてね、この用具は、当該用具は、V 型玄関ドアを開ける性能を有していたと。この道具を使えば、V 型玄関ドアを開けることが可能だったと。いうことで、その、こう型から発見されたピッキング用具の性能を立証することによって、こうが、 本件本件用具を用いて、V 型玄関ドアを分けたという犯人性を推認させると。一応、こういう推認構造はあり得るかなと思ったけど、まあ、すなわち、後方から発見された器具が犯行用具だったことの立証っていう意味ね。でこの限りであればいいんでしょうけど、ただ、こういう立証だとさ、あ当該用具が本、えー、本件の犯行共用物件である可能性を立証すると。えー この立証であれば OK なんでしょうけど、ただ逆に言うとこういう立証だと、こう,う自身が再現した意味はないよね。誰かがこのピッキング用具を使って、こうかの玄関開けられればそれで終わりだよね。こう自身が再現する必要はない。えー、だから捜査官が使って開けられれば、このピッキング用具は犯行に用いることができるね、と。ね、犯行用具だった可能性があるね、と。 いうことで、えー、孔以外のものが再現したとしても立証上の意味は異ならないから、だから本問のその孔自身が再現したっていうことの意味合いがなくなっちゃいますね。こういう推認過程を考えてみても。でそうするとですね、結局のところ、これ犯人性立証との関係では、実況見聞調書丸一はですね、結局検察官が設定した立証趣旨そのまま前提とすると、およそ証拠として無意味になる。 と考えるしかないんじゃないのというふうに思います。結局のところですね、犯罪事実の存在が幼少事実となっちゃいます。えー、実質的には、こうが再現した通りの対応で V 型に侵入したというね、再現した通りの犯罪事実の存在の立証の、に、えー、使っている証拠になっちゃうと。もうこういうふうに把握せざるを得ない。いいよね。こうが何々できたことから、 こうが何々したことを推認するのであれば、これまさしくさっきの参考判例910が言ってたことがまさしく妥当するわけでしょ再現通りの事実の存在が要衝事実となると。これさ、仮に犯行の物理的可能性という中間項を設定すると、 ね、えー、この、再現された通りの犯罪事実の存在の立証が許容されちゃうとするんであれば、これ容易にこの参考判例9とか10の判例法理は、容易に選択されますよね。六脚されますよね、判例の趣旨は。いいですかこれだからすなわちこういうことです。この中間校を立てることによって、犯人性が立証できるというふうに理解しちゃうと、これ参考判例9とか10は意味なくなるよね。 彼に、この犯行ができたことを立証することによって、その犯行ができたことから彼が犯行を行ったことを立証するんだと。それを推認するんだと言っちゃったらね。はい。なのでですね、まあ、こう考えると結局、あくまで実質証拠としての利用を前提とする限り、これ実況見聞調書丸一も丸二と同様に、この指示説明部分もですね、えー、あるいは写真部分もですね、 伝文に当たるとの結論になっちゃうだろうと思います。で、この場合は、こうの自白調書だから、322条1項で検討することになるんでしょう。で、これが悩ましいよね。しかしながら、おそらく出題趣旨は、実況見聞調書1については、あこれは、あ非伝文だという結論、この結論に持っていくことを出題とし、出題趣旨としてるだろうと思われるので、 えー、だからこれに対してね、えー、こう実況見聞調書丸1については、検察官の設定した立証趣旨をそのまま前提とした上で、非伝聞との結論、これを維持したいのであれば、これはですね、実質証拠以外の利用方法を検討せざるを得ないと思われます。まあ、おそらく出題趣旨としてはこっちの結論を求めてるんでしょうけど、えー、ここから犯人性を立証する実質証拠として使うんだって言っちゃうと、これはおかしいですよね。 参考判例910が没却されちゃいますよね。ここが一番悩ましかったです。えー、果たして出題趣旨でここまで言及されるかわからないんですけどね。ということで、えー、37ページ戻りますが、えー、要所事実の把握というとこを見てください。えー、上述の通り、 え、本件公判においては、公の犯人性が争点となるところ、そもそも公による犯行の事実、住居侵入、強盗殺人未遂の犯罪事実自体が存在しないのであれば、あそもそもね、その犯行の物理的可能性が問題となる余地はありません。で従って、検察官 T の掲げる立証趣旨である、 公が V 型の施錠された玄関ドアの上を開けることが可能であったことの立証は、住居侵入の犯罪事実について、公の犯人性及び在体の立証を前提として初めて立証活動として意味を持つ。仮に、公による本件、住居侵入の犯行状況を認定し得る他の証拠がもし存在しないのであれば、これは T の掲げる立証趣旨をそのまま前提とした立証活動は無意味となります。そのような場合、まさしく、 実況見分調書一を実質,証拠実質証拠として利用するほかなく、結局、だから、犯人性を立証する証拠がこれしかないんだったら、この証拠から犯人性を立証しようとしてるんでしょう。というふうに把握せざるを得ないからね。その実質的な要衝事実はもうまさしく実況見分調書2と全く同様。公の再現通りに犯罪、再現通りの犯罪事実の存在。すなわち、公が犯人であるということの立証と把握せざるを得なくなっちゃいます。 これが悩ましいところで、えー、そこでということですね。38ページ。えー、なので、えー、実質証拠としての利用以外で検討するしかないなということで、38ページ。えー、こういう検討にしておきました。えー、e のとこね。 他方、本件においては、上記争点に対する実質証拠として他の証拠があるぞと、捜査段階で、公の自白を内容とする検察官、えー、ごめんなさい、警察官の面前調書ですね。公の供述調書が存在すると。そうすると、検察官としては、公の供述証拠を、あごめんなさい、うの供述調書を直接証拠として用いて、公の犯人性及び在体について立証するものと考えられ、 その場合は実況見分調書丸1を実質証拠として用いる必要はなくなります。もっとも、校の供術調書によれば、校の供術する住居侵入の犯行は、出場されていた V 型玄関ドアを特殊な情をピッキング用具で解錠して、 え、室内に侵入したという対応だから、果たして孔がそのような特殊な情報、特殊な器具を用いて解錠することが技術的に可能であったか否かという点において、その供述の信用性が問題となり得ます。そこで t としては、同一のえ、客観的物理的環境、および条件のもとで実施した再現結果、犯行再現の結果、孔に犯行が可能であることが確認された事実を立証すると。 このね、同一のか、同一の客観的、物理的環境及び条件下で実施したって、これが不可欠の前提ですからね。いいですか。えー、ここポイントです。えー、そして、この供述の信用性を裏付けていく必要があると。えー、39ページ。えー、しかるところ、Q の実施した実況見分は、こう方から押収されたピッキング用具と同種のものです。 そして、本件犯行時に V 型に設置されていた情と同種の特殊な情を用いて、公が会場状況を再現したもの。だから、本件犯行と同一の客観的物理的環境及び条件の下で実施した犯行再現結果です。そうすると、この結果を記載した実況見聞調書丸一については、公の供述調書を実施証拠として、公の犯人性在体を立証することを前提とするのであれば、 この、項の供述の補助証拠としての利用価値を認めることができると。こういう分析にしておきました。すなわちこういうことです。項の自白調書、あくまでも犯人性を立証する証、証拠としてはね、この項の自白調書であって、しかしこの自白調書単品だと、証明力が問題になるから、本当に項はこの器具使えるのかと。 私はこの器具を使って、ね、この特殊な情を開けて入りましたって書いてあるけど、供述してるけど、本当にお前それできんのかと。ここが問題になるから、ここを裏付けるために、この証拠を出すんだよと。すなわち、実質証拠の証明力を担保するための補助証拠として出すんだよと。はい。39ページのおーアスタリスク。 うーですね。一番下のところ。えっ、ー、と、本問ではっていうところですね。本問では、公の犯人性を立証する実質証拠として、ま、いろいろあるんですよ。問題文見ると。二つの防犯カメラの映像とかね。公のスニーカーの靴底の文様とかね。あるいは DNA 鑑定結果。あるいは公から、公方から押収されたピッキング用具とか、証拠物も出てきてますよね。えー、その他に、捜査段階における公の自白調書が存在すると。 とりわけ自白調書というのは、これ犯人性在体の直接証拠ですからね。検察官としてはこれを証拠調べ請求した上で、上記の各証拠によりその信用性を基礎づけると。まあ、基本的にはこういう立証活動。え、だから直接証拠を柱にして、え、自白があるから自白を柱にして、他の証拠物とかで信用性を基礎づけると。はい。こういう立証活動を展開することが一応予想されます。 そこで、まあ、この分析例では、公の自白調書を、まあ、立証の要に据えた上で、それが証拠調べ請求された場合の立証構造を、前提としてね、実況見分調書丸一について、今見たように補助証拠としての利用価値を検討しました。 ただ、問題文の事情からはですね、その、後半前整理手続きだから、えー、まだも後半前整理手続きの途中っていうね、そういう問題文の事情だから、これらの各証拠の証拠調べ請求が結局なされたかどうかについて、問題文に書かれてないんですよね。問題文の事例中に特に事情が記載されてないから、から全体としての証拠構造が分析できないんですよ、本文は。 ただこのね、実況兼務調書丸一と丸二を公判前整理手続きで証拠請求したっていうことが書いてあるだけで、最終的にどんな証拠が揃ったのかがわかんないから、立証構造が分析、厳密には分析できない問題になっちゃってるんです。で、ここが悩ましいんですね。だから、まあ、こういう分析まですることを想定した出題だったのか否かには、ま判、あ、然としないどころか、大いに疑問があるわけですけれども、え、出題者はもしかしたら全くこの点を意識してないかもしれないと思います。 でしかしながらですね、先ほども言ったように、ここは気をつけてほしいんですね。この、犯行の物理的可能性ということを言うことによって、直接犯人性を推認するっていう立証過程を、何の違和感もなく、何の疑問も持たずにね、こういう推認過程を組んじゃっている答案は、これ少なくとも実務家が見たら、相当クエスチョンマークがつくと思いますよ。相当違和感があると思います。ねえー、彼が犯行が可能であったっていう事実を立証したら、彼は犯,犯行をしたんだっていう事実が推認できるんだと。 そういう推認過程でしょえー、かなり違和感があるね。ここをね、何の疑問もなくこれ書いちゃうと。えー、なので頭を悩ませましたが、本文ではね。えー、なので結論のところを見ておきましょう。39ページ、うのとこですね。えー、以上のとおり、えー、本件公判においては、実質証拠である公の供述調書について、その補助事実の立証の必要性が認められることから、 実況見聞調書丸1における指示説明部分と写真は、検察官の設定した立証趣旨をそのまま前提とすると、大そ証拠として無意味になるとは言えない。従って、説明部分写真についても実況見聞調書と一体的に、えー、T の掲げる立証趣旨の通り、すなわち、項が V 型の施錠された玄関ドアの上を開けることが可能であったこと、はい、これを、要証事実として把握することができます。 なお、上記のような補助事実についても、犯罪事実を認定するための実質証拠の証明力に影響を及ぼすものである以上、厳格な証明を要すると解すべき。一応これ述べておいてくださいね。この、えー、論じ方をする場合はね。すなわち、補助事実の立証はそもそも自由な証明で足りるという立場に立っちゃうと、そもそも321条3項の要件すら不要になっちゃうので、えー、一応ここは言及して、厳格な証明を要することは前提で、 ね、その上で、この補助証拠として利用する場合であれば、一応検察官の立証趣旨がそのまま維持できると、ね、この立証趣旨ですよね、これをそのまま維持して、公の供述調書の証明力を担保するんだと。はい で、結論、以上より実況見分調書丸1は321条3項の要件を具備することにより、項の指示、説明部分、写真についても一体的に証拠能力が認められる。ただし、元より上述した補助事実の実証の限度で証拠能力が付与されてるんだから、この説明部分、写真から直接的に こうによる住居侵入の犯罪事実を認定することは許されないとしときました。だからこの立証によって直接犯人性を推認することは許されないよと。そういう使い方をする証拠ではないんだよと。いいですかこれを立証するのはあくまでこっちだよと。ね、犯人性と罪体を立証するのはあくまでも 公の教術調書の方で、で、この信用性を支える事実を立証してるだけだよと。この限りで、この実況見分調書は証拠能力を獲得するんだと。こういう分析の仕方に一応しておきました。苦肉の策ですね。最後のアスタリスク。はい。40ページ、えー。本文と類似の平成25年の試験問題は、これはですね、明確だったんです。この25年の問題では、立証趣旨がこうなってたんですね。 犯行状況及び VAW が犯行を目撃することが可能であったこと。これを立証趣旨として証拠調べ請求がなされていたんですね。そうすると、平成25年の問題はね、これはこの長書の中で、まず犯行目撃供述によって在帯犯行状況、この立証趣旨の前段部分を立証すること、これを前提に、 当該目撃者の死人の物理的可能性です、ね。この立証書士の後段部分。はい。この補助事実を立証すると。前段と後段で分かれてる、立証書士が。で、実況見聞調書の使い方が、だから前段の立証書士との関係で実質証拠として使い、後段の立証書士との関係で補助証拠として使うという形で、初めから二つに分かれてたから、これ明確だったんです。え、このね、え、 犯行目撃供述の信用性を担保、証明力を担保するという、この立証構造が極めて明確でした。だから本問でも例えばですね、え、の弁護人が、え、にはピッキングの技術はないと主張しているとかね、まあ、こういう事情が出てくれば、この甲のピッキング技術の有無がまさしく争点となってきて、え、検察官の立証趣旨は、かかる甲の主張する事実。まあ、これ犯人性についての消極的間接事実になりますけどね。 ピッキング技術がなかったことって、これをこうが主張しているのであれば、ね、それを断劾する補助事実として、えー、いや、あなたにはこのピッキング技術ありますよっていう事実を立証すると。えー、だからもう少しこういう争点をもう少し明確にして、ピッキング技術の有無が争点となっていましたとかね、そういう事情がもし問題文にあれば明確だったと思います。あの、 伝文法則がですね、えー、司法試験で出題されると、必ず出題趣旨採点実感で書かれることがあります。それは、この伝文該当性の判断には、要証事実の検討が必要なんだと。要証事実をどのような事実として検討、あの、把握するのか、これが一番重要な検討なんだ。これ繰り返し、出題趣旨で指摘されてきています。えー、だから、まあね、この要証事実の分析が一番重要なんだけれどもね、まあそうであれば、 この幼少事実の検討、すなわち、まあ、立証構造を分析して、当該証拠によって、どのような事実を立証しようとしているのか、という検討ですね。ここが明確にできるような、あそういう問題を出題すべきだった、というふうには思,い思われます。そこがですね、ちょっと明確に分析できない問題になっちゃってるのではないか、というのが、えー、私の印象だったんですが、まあ、ここまで踏み込むとおそらく書けないので、現場では。 だから、一応ですね、その合格水準としてはですね、先ほど言った、この、ここより下の部分ですね、犯行の物理的可能性を立証する限りでは、伝文として扱う必要はなくなるんだよと、この理屈がしっかりと論述できていれば、合格の水準には十分に達すると思います。で、ここから先の議論は、この問題特有のというかね、ちょっと問題文の事情が不十分だったことによって、そこに起因する複雑な悩ましい問題になっちゃっていると。 というところだと思います。はい。ということで一応、警報もースもそれなりに悩ましかったですね。今年は今までの例年の分析会でおそらく一番骨が折れました、えー。大幅に時間延長してすいませんでした。申し訳ございません。はい。ということで、えっ、ー、と、令和5年度の少子験分析会はこれでおしまいにします。皆さん大変長い間、本当にお疲れ様でした。